Oke, saatnya kita mulai eventnya Razor ya. Kira-kira apa ya? それでは確認させていただきますね。はい、リストにある任務はすべて完了しています。旅人さん、パイモンさん、お疲れ様でした。連絡を受けてすぐに駆けつけていただき、ありがとうございます。あなたたちが来てくれていなければ、これほど大量の依頼、処理できていなかったでしょう。ひひ、お安い御用だぜ。でもこの2日間、確かに忙しかったけど、ほとんど荷物の配達やキャラバンの護衛ばっかりだったな。Last couple of days, BTP, emang kamu sibuk ya? 人手が足りないって聞いたから、てっきり重要な任務だと勘違いしちゃったぞ。おお、お二人ともベテランの冒険者ですから、確かにこういう依頼をお願いするのはもったいないですよね。ただ、モンドは毎年この時期になると似たような状況になるんです。Ini tentang berarti ada event ya, festival gitu, maybe mungkin. Probably because it's harvest season. Really? Kok lu tahu? Saya nggak tahu. Hai, so des. 今は穀物や果物の収穫時期であり、お酒で有名なモンドにとっては1年で最も重要な醸造の期間となります。農家は新鮮な農産物の販売を急ぎ、大手酒造業者は質の高い醸造の原料を買い付けます。なるほど。最近お酒に関する話題をよく耳にするのはそのせいだったのか。え、なんだと？本当か？あ、ああ、代理団長がみんなを本部のホールにお呼びなんだ。早く行かないと間に合わないぞ。あのセピロス騎士の二人、はい、だいぶ慌ててるみたいだな。よう、旅人にパイモンじゃないか。元気にしてたか？お、ハロー。あ、ガイア。ちょうどよかった。なんでみんな騎士団の方に走って行ってるんだ？ And is our help required?心配するな。お前らの手を必要とするようなことじゃない。実はさっき、大団長から騎士団に手紙が届いてな。え？代理団長が本部にみんなを招集して、その手紙を開封することになったんだ。どこ？お、え、いや、アクティング・グランマスター、berarti jahit betul。でも、surat dari Grand Master ya ya。お、berarti ke…Letter from the Grandmaster. セピロス騎士団の大団長って噂に聞くあの遠征の指揮を取ってるファルカ団長のことか。Leader of legendary expedition Farca. Okay, okay. ガイア、その手紙には何が書いてあるんだ？遠征隊の状況はいつ戻ってくるんだ？Calm down, Faibot. Calm down. おっと、まさか俺よりパイモンの方が大団長のことを気にしているとは。意外とおせっかいなんだな。よく耳にするけど会ったことがない人だし、気になるのも当たり前だろ。陣団長も騎士団の生きた伝説だっていつも言ってるから、おいらすっごく気になってたんだ。Oh, iya sih, living legend ya. Dia pun gua nggak tahu sih. それに、遠征隊がここを離れてかなり長いよな。それなのに、具体的な動きを耳にしないし。
オッケー。代理団長の評価も随分と控えめだな。あの人は伝説と呼ばれるようになるまでの間、周りにかなり迷惑をかけてきたんだぜ。詳しくは時間があるときにでも話してやるよ。お前ら随分と興味があるようだし、せっかくの機会だ。一緒に騎士団に行ってその内容を聞いてみないか。Tapi itu kan untuk surat doang ya. Berarti penting banget ya berarti untuk pengumumannya itu loh. Maybe. 栄誉騎士もだいぶ顔を出してないだろう。みんな寂しがってるぞ。Hey, okay, Kaya. じゃあ行ってみようぜ。キャサリン、またな。バイ。バイ、カタリン。はい、気をつけて行ってらっしゃい。Okay, kita mulai. Jadi dia ke pas itu. Okay, Farka ya. Farka udah mulai masuk sih. Gua nggak tahu sih tampangnya Farka gimana ya. Karena legendary sih. Mungkin ini yang karakter yang tempat ada di trailer kali ya, dan nanti yang kirim surat ya itu. Gue lupa sih siapa tuh. Oke, nah, itu dari bagian ekspedisi ya, dari Parka juga sih. さて、どうやら人も揃ったみたいだな。あら、かわいこちゃんにパイモンちゃん、あなたたちも来てたのね。わはだりーさ。ああ、さっき冒険者協会の近くでガイアに会って聞いたんだ。おお、ホールにこんなに人が集まってるところを見るのは初めてだな。うん、ラメバガじゃ。なんだか、オイラまで緊張してきたぞ。そう固くなるな。俺が知る限り、大団長が手紙なんかを書く暇があるってことは真面目な話じゃない可能性が高い。それに悪い知らせじゃないのも確かだ。OK。ガイアは少し誇張しているけど、私も同意見だわ。何しろ、ミカは感情を顔に出しちゃう子だからね。The truth will be written all over his face. ミカ、who is that? ほら、階段の手前、ジンの横に立っている子よ。あ、名前ミカ、いやいや、名前。彼は以前、エウルアのタイで測量士をやっていたの。測量の才能に恵まれた。君はエウラ。独特な性格の子よ。遠征隊が出発する際、大団長にタイの石膏の要として任命されたの。今回の手紙も彼が持ち帰ったものね。お、で、ディディアかや、えっとや、パンギレミア、えっとや。全員揃ったようだな。みんな、静かにしてくれ。これより大団長からの手紙を読む。はい。ミカ、任せたぞ。はい、ジン団長。suara pertama gue lumayan suka. みなさん、こんにちは。僕は遊撃小隊の測量士ミカ。これまで遠征隊と共に任務を遂行していました。では、ファルカ大団長からの手紙を読ませていただきます。セピュロス騎士団の諸君、元気にしてるか、ファルカだ。それがベネティブティファ。まず最初に伝えたいのは、今のところ遠征隊は全員無事だということだ。安心してくれ。オッケー。お、semua party、semua member masih ada。オッケー。よかった。That was good news。ああ、
手汗でびしょびしょになってたよ。あの、続けていいでしょうか。 OK、シラカン。ああ、続けてくれ、ミカ。ということだから、こっからの内容はリラックスして聞いてくれたまえ。この手紙を焚き火の横で書いている今、俺と遠征隊はテイワットの北境に駐屯している。Katanya di northernmost reaches ridge of Teyvat by the light of utara ya, berarti tempat Sacro Archon maybe. Gua enggak tahu sih. Gua belum ada konfirmasi sih. 遠征の目的は過去に残された危険な秘密だと俺は言ったが、今もそれ以上のことは言えない。だが任務の進捗について心配無用だということだけは保証する。え？この2ヶ月の間、俺たちは思いがけない人物と出会った。ファデュイの執行官、隊長だ。あ、ミシドクターやべて。ドクター。え？隊長？ファデュイがモンドで好き放題暴れたことは知っている。だが、結果から言えば、今回、隊長は俺たちに牙を向けていない。The captain ya, the captain bisa jadi dokter sih yang dimaksud. かっこ、おそらく今回スネージナヤと俺たちは運命共同体にあるからだろう。かっこ閉じ。あ、レインボー。いや、やっぱね。経歴や出身を見抜かれないよう、やつは仮面で全てを覆い隠していた。だが、やつは紛れもなく鋼鉄のような人物と言えよう。生身の人間でありながら、神々へ挑むことを恐れていなかった。いや、ini tentang dokter sih. Kalau lu tahu komiknya Genshin sih, ya ini tentang dokter yang udah kabur. やつならば、クレイのクレヨンを使って遺跡周囲のあの目ん玉みたいなコアを突き刺すことができるだろうな。かっこ、お前らは試すなよ。かっこ閉じ。ゴムノド。アラヒンロイガップケクライオンやクリー。ブテクライオンクリートアパー。偵察兵によると、隊長は3日前、命令を受けて、ナタへ向かったらしい。ようやく、やつを警戒する必要がなくなって、俺らもぐっすり眠れそうだ。やつの行動が俺たちに少しばかり役立ったことは認める。だが、それを加味しても、やつはまだ俺たちに借りがあるのは確かだ。今頃モンドはブリーズブリュー祭を迎えているだろう。残念だが、今年もお前たちと祭りを楽しむことができそうにない。遠征隊のやつらはモンドの酒とお前たちと共に過ごした日々をいつも恋しく思ってる。え？モンドの民と一緒に祭りを思う存分楽しめ。ついでに俺たちの分も飲んでおいてくれ。暁ワイナリーが毎年出すブリュー祭限定ワインをな。モンドにバルバトス様のご加護があらんことを。俺たちの思いも風に乗ってお前らの元へ帰れるようにファルカ。いや、お疲れ様です。いつやドラでとくれなんじゅいや、パッアルファルカやビジャーバーガーとリアタンビジャーワイスメンネ推進。隊長と俺、どっちがすごいかというと、この俺に決まってる。隊長なんざ、騎士団には10人もいるんだからな。はあ、はあ、はあ。Tunggu. Oh, berarti kaptennya ada banyak ya? Berarti yang dimaksud kap. Bisa jadi kapten yang lain, bukannya dokter berarti. Iya, berarti saya salah. Itu cuman mention kalau dia pernah jadi kapten, sekarang ada 10 ya, 10 kapten.
tapi cuma satu grandmaster. Why would? Why you need to make that face? 手紙の内容は以上です。ありがとうございました。Suaranya balik lagi. Mika, ご苦労だった。ジン団長、その手紙の最後のページの裏にも何か書いてあるようです。追追伸、紙が足りないからここに書いておくぜ。リサ、お前へのメッセージだ。あ、大団長からリサさんへのメッセージのようです。本当、リサ？あら、私に？特別なメッセージのようだ。リサ、また後でゆっくり話そう。みな、大団長が言ったように、数日後に武竜祭が開催される。このタイミングで遠征隊から無事を知らせる便りが届いたのは幸運なことだろう。彼らはモンドに戻り、共に祭りを楽しむことはできない。だが、武竜祭は皆が楽しみにしている行事だ。離れた地で頑張る遠征隊のためにも、そして勤勉なモンドの人々のためにも、各自持ち場を守り、職務に励んでほしい。もちろん、休みの間は適度にリラックスしてくれ。久方ぶりの祭りを楽しんでほしい。今日の会合は以上だ。解散。ファデュイの体調の話が出てくるなんて、オイラの聞き間違いじゃないよな。なんだか重大な事件の匂いがするぞ。でもファデュイのことなんか一旦忘れようぜ。それよりも、武竜祭ってただで飲み食いできるお祭りっぽくないか？もっと情報はないのか？かわい子ちゃんたち、一緒にジンとお話ししない？さっきは人が多すぎて挨拶もできなかったでしょ？Oh ya, betul. Betul, Bu Rima. Oh, so da na. Sasuk Jin Danchou no tokoro ni ikou ze. Oh. Ke atas kah? Dia masih belum bisa. Okay. Oh, ini dua orang yang tadi ya, betul. Ensei Tai ga...あのファデュイの隊長に遭遇するなんて、ああ、きっと危険な目にあったんだろうな。まったく、何を怖がってるんだ？僕たちには大団長がいるんだぞ。大団長なら、隊長10人分に相当するだろう。遠征隊の心配はしなくて大丈夫さ。それよりも、騎士団のチャリティーショップの出店は君の担当だったろ？準備は問題ないのか？その、まだ何を売るか決まってなくて。え？でも、あだからばっやむれかえとやんいこエスペディシバ。なんか変わった。さまかえや。あ、こんにちは。あなたは、その、ガイア隊長をお探しですか？僕のことは、どうかお気になさらず。Really? I was. What are you?I just want to say hi. え、嘘。どうしよう。あ、ガイア隊長、僕、何を話せばいいんでしょう。とか、で、シビカや。遠征隊に長いこといたのに相変わらずだな。さっき流祭について俺に聞いただろう。今お前の目の前に立っているのがあの伝説の栄誉騎士だ。レイジン、イエー。え、ヘン、そしてオイラが伝説のパイモンだ。イエス、レジェンダリーパイモン。皆さん、どうも。お強いのですね。僕、感激しました。あの、エウラ隊長に報告しないといけないので、お先に失礼します。エウラ、エウラ隊長？おお。言っちゃったぞ。
たんねん。もっと遠征隊のことを聞きたかったのに。先輩もどう？あ、スポイラーなんて。本当に残念だ。だが気にすることはない。あいつの目には町の話題の人物としてお前たちが映ってるんだからな。きっと時間が解決してくれるだろう。次に会うときは自然と仲良くなれるかもしれない。そうだ、ちょっとしたヒントをやろう。あいつとは野外での探索について話してみるといい。そうすれば信頼を得やすくなる。Oke, itu lu yang sangat menarik. きたか、リサ。大団長の手紙はそこのテーブルの上にある。旅人にパイモン、久しぶりだな。さっきは仕事でバタバタしていて、挨拶もできずにすまない。もし時間があったら、少しモンドで過ごしていったらどうだろうか。もうすぐモンドでは、舞竜祭が始まるんだ。In Les Cefes, Erison。名前すさばがね。ジンは数日前から、あなたたちのことを話していたのよ。リサ。ゆっくりおしゃべりしててちょうだい。私は手紙を読んでくるわ。I have missed everyone as well. モンドはオイラたちにとって旅の原点とも言える町だからな。大切な思い出もたくさんあるし。そうだ、ジン団長、ブリュー祭についてオイラたちあんまり詳しくないんだ。どんなお祭りなのか教えてくれないか？いや、tolong jelaskan. Explain to us. ああ、もちろん。ブリュー祭は、バドルドー祭やウィンドブルーム祭と同じく、古くからあるモンドの伝統的な祭りで、周期の重要な行事でもある。毎年秋になると、モンドには西風が吹き始める。これは、収穫期に漂うお酒の香りが魅力的で、お酒を愛する風神を引き寄せるからだと言われている。どこにいようと、あの方はそよ風となって故郷に帰ることができるんだ。おお、まさに風神のイメージ通りだな。Yeah. そのためモンド人は西風をブリーズと呼び、ブリュー祭はバルバトス様を迎える祭りとして始まったという。Welcome, Lord Barbatos, on his return. Okay. かつてはこの時期になると、住民たちは新しくお酒を作り、翌年のブリュー祭のブリーズデーまで開けないようにしていた。ねえ、まあ、jadi, cuma untuk nanti senang banget ya. Tidak rumah ada.人々が熟成したお酒を開けるということには、風神を招いて共に飲むという意味がある。風神がそのお酒の味を気に入れば、喜んでそよ風を呼び、尊い祝福を与えてくれるという言い伝えがあるんだ。うん、richly blessed. あお、我就が悲しらん。あいつの性格からして。来年もみんな美味しいお酒が飲めますようにとかじゃないか。うん。ada ada tepat untuk yang kali ini。祝福の具体的な内容は私もよくわからない。これらの言い伝えはあまりに古く、細かな内容は失われてしまっているんだ。時代を超えて語り継がれてきたものって全く別の形になってたりするからな。例えば、モンド人は風の花はどの花なのかって議論したりするし。いわゆる民間伝承の一つね。まあ、本題に戻るが、ブリーズデーでは風神を祀るという風習が今でも残っている。
そしてこの祭りもモンド人が収穫の喜びを分かち合い美酒を味わう祝日になっているんだ。毎年この時期になると異郷を旅しているモンド人が故郷に帰ってくる。モンドに帰ることができない人であれば、愚流祭の時期は最も故郷や家族が恋しくなるんだ。おお、だから大団長も手紙に俺たちの思いも風に乗ってお前らの元へ帰れるようにって書いてたんだな。Kayak sapaan ya, itu sapaan dan ucapan untuk itu ya, sehat-sehat dan selamat dalam perjalanan di luar dari Mondstadt. Okay. 今年のイベントはセピロス教会と冒険者教会が協力して清泉町郊外のシードル湖で一緒に祝うことになってる。そして期間中は伝統的なブリューフェアを開催するんだ。ブリューフェア？ワインマーケット。ああ、これはもともと酒造業者と農家がお酒の原料を取引するための市場だった。ワインメーカー and farmer will come to trade in ra ungu ワインとかを untuk raw ingredient itu kan hari kita dengarin dulu。 今では出来上がったお酒だけでなく、この時期にしか口にできないジュースやお菓子がたくさん並び、さらにはリユース品や手工芸品を人々が売っている。この機会に騎士団は町のお年寄りや子供たちのためにチャリティーショップを開くつもりだ。時間があれば散策してみるといい。欲しいものに出会えるかもしれない。ところでリサ、大団長からのメッセージは何だったんだ？ええ、私もちょうど相談しようと思っていたところよ。大団長にレザーの身分に関する仕事を依頼されたの。あ、ラジョル。マサロラジョル。あ、レザーは放浪寮の狼に育てられたって言ってたぞ。いや、両親が誰なのか知らないし、あいつの話によると狼たちがルピカ、つまりあいつの家族なんだろう。私が知っている情報とほとんど同じね。でも大団長曰く、時計の右側にある3番目の棚の一番上に木箱が置いてあるらしいの。中には彼の両親が残したものが入っていて、そろそろ渡す時が来たとのことよ。What? Di, wah, oh yeah, berarti ini kita lihat masalah Razor ya. Ya sih, gue juga penasaran orang tuanya Razor. Sumari, 大団長はレザーの両親のことを知ってたんだな。ええ、そういうことになるわ。大団長とレザーの関係は単に放浪寮で出会って剣術を教えただけではなかったのね。うん。よし、じゃあ早速レザーを探しに行こうぜ。実の親に関する情報ならあいつにとってきっと重要なことだろう。え？じゃあ kita bisa tahu siapa orang tua Alstia Razor。ええ、そうね。アイモン、ウェイ。すべてお見通しなのね。さすがかわいこちゃん。Escape your eyes。 これまで自分とは関係のなかった本当の両親、普通の子なら簡単に受け入れられる話ではないわ。ましてやレザーはずっと放浪寮で生活してきた。人間社会との関わりが少ない子よ。心の準備ができるかどうか。Oke, gue juga baru kepikiran itu ya. Dia kan udah lama ya di luar ya. Shikashi, Daidan-chou mo kitto sono ten o kōryō shiteiru hazu da. Moshikashitara, Lezar no koto o kangaeta ue de, kono taimingu o eranda no kamoshirenai. Eh, punya dirasa yang tidak enak. Sore mo ichiri aru wa. Kawaiko-chan tachi,
お願いがあるんだけど、レザーと話してきてくれないかしら。オッケー。あ、リサ。レザーは私のことを師匠として見ているから、悩みがあってもすべてを打ち明けてはくれないの。あなたたちはレザーの信頼できる友人でしょ。こういったことなら私よりも話しやすいかもしれないわ。Jadi Lisa itu gurunya Razor juga. Ah, oke. Serahkan pada kamu. Yoroshiku tanomu wa ne. Sore kara, dekireba takusan genki tsukete agete. Ano ko kurai no toshigoro wa, kea to sapoto ga mottomo taisetsu da kara. Betul sekali. Kyoiku, shido.これは教育者たる者の責任よ。あなたたちが戻ってくるまでにちゃんと準備しておくから。早く行ってあげて、可愛い子ちゃんたち。レザーのことは頼むわね。Suara betul-betul mami banget。他に聞きたいことはあるか？あ、ば、おお、untung gua belum keluar。手紙を送り届けてくれた。ミカのおかげだな。皆が無事であることこそが私にとって最大の励みになる。しかしファデュイの執行官隊長が現れるとは予想外だった。大団長の言葉遣いはいつも少し独特だが、あんなに人を高く評価したのは初めてだ。今後もし君たちが旅先でその隊長と遭遇したら、くれぐれも気をつけてくれ。こいつはただものではない。おお、berarti kapten yang lain ya, berarti ini jatuhnya ya. Kapten monster yang selain kaya. 他に聞きたいことはあるか？ What? Mika. Mika は手紙配達の任務が終わったら、遠征隊ではなくエウルアの遊撃小隊に復帰するようにと大団長に言われたらしい。でも、あたし、あらすぐね、くなぱりゃ、ばれ。測量士は通常、行軍の戦闘部隊に配置され、未知の領域を探索する使命を背負っている。つまり、今の遠征隊にかかっている負担は、以前よりもかなり減っているということだろう。おお、エクスペディション、もらい、インテンス。そういえば、ミカと話したことはあるか？知らない人の前ではいつも人形のように背筋を伸ばして固まってしまってな。もう少し自信を持ってくれればいいんだが。他に聞きたいことはあるか？ About the Wayne's case. 安心してくれ。準備は着々と進んでいる。栄誉騎士である君に与える仕事は祭りを思う存分楽しめ。で、いいか？他に聞きたいことはあるか？バイ。あ、武竜祭で楽しい時間を過ごしてくれ。OK, ジェイ。Thank you. Hey, dear. どうだ？俺と一緒に来たおかげで、なかなか楽しめただろう？みんなと武竜祭を過ごすためにお前らもモンドに滞在するんだよな。思いっきり楽しんでいってくれ。オッケーかや。イフヘッドクォーター。レザーは普段放浪寮のあたりにいるよな。さっきの話を知ったらどんな反応をするんだろう。Oke, kita langsung berasa dekat teleport. Oke. Tapi kayak
kejadian di sini ada hubungan sama Razu. Oi, miro yo. Kiyoizumi-chou no Kariudo tachi ga tsukatte sou na kariyou no wana ga aru zo. Oh, ada list. Oh, nani ka mitsuketa no ka? Ada trace dari electro energy dekat rangkapnya. Kaminari genso no konseki. Masaka reza ka? Okashii zo. Izen wa Kariudo tachi ga katsudou suru eriya o sakete ta no ni. Tonikaku konseki o tadotte sagashite miyou. Okay, Paimon. Use elemental sight to trace it. Miro, kono saki ni wana ga aru zo. Dou da? Kaminari genso no konseki wa kanjiru ka? Kaminari genso no konseki wa Kōrō ryō no oku made tsuzuite ru mitai da. Kono mama saki ni susumou. Jadi Reza, iru ka? Reza. Yoshi. Kore de saigo no wana mo setchi kanryō da.レザー、ここまでついてきてくれてご苦労だった。平気。走るのは得意。ん？レザー、どうしたんだ？知ってる。匂い。遠くから帰ってきた。友達。おい、ディアナソン君。いや、シデビさん。読むし。あれ、ルラフも一緒にいる。もしかして一緒に狩りをしてたのか？ああ、ちょうど収穫期に入ったからな。イノシシがよく町やワイナリーのあたりで食べ物を探し回ってるんだ。農作物を踏んづけたり、ブドウ棚を倒したりするならまだマシなんだが、人を怪我させちまったら大変だからな。安全なエリアからイノシシを追い出すためにセピロス騎士団の人が俺たちカリウドに声をかけてくれたんだ。ああ。茶色の猫おじさんとイノシシを捕まえてみんなを守る。おほ、レザーもずいぶん成長したな。以前はカリウドたちを避けてたのに。そう言うな。今回うまくいったのはレザーのおかげなんだ。こいつがオオカミに話を通してくれたことで。ここらで狩りをしている間、戦闘を避けることができたんだからな。みんなとルピカの役に立てて嬉しい。でもたくさん話す必要があるから疲れる。どうせよ、どうせ。I'm happy for you。おう。でもオイラたち、レザーに伝えなきゃいけない大事なことがあってここまで来たんだ。Oh, langsung serius dia. Ore, shiranai. But no. Reza wa, hontou no ryoushin ni tsuite shiritaku nai no ka? Shiritai. Demo, shiritaku nai. Ada masa-masa tragedi sih, bro. Shiritai kedo, shiritaku nai te koto ka?旅人、さっき仕掛けた罠の調整に手を貸してくれないか。レザーには気持ちを整理する時間をやった方がいいだろう。Seems like you have something to say. ああ、レザーの言葉を聞いてざっくりとだが予想がついてな。ここ最近、俺たちはいつも一緒に狩りをしていた。あの子は口数が本当に少ない。だが一緒にいるうちに多少なりとも性格が分かってきたんだ。彼はきっと本当の両親に会いたいと思ってる。
ただ未知なるものへの恐怖が全てを上回ってるんだろう。俺はこう見えても父親だ。子供については多少の心得がある。ディオナがまだ幼かった頃、狩りで俺の帰りが遅くなると、それから数日間は見捨てられるのを恐れて、俺の行動のすべてをじっと観察するなんてことがあった。つまりレザーも本当の親に捨てられたって言われるのが怖いのか。Oh, jadi, ya sih, itu tempat pemikiran sih. Soda, それが一番重要な問題だと思う。もしそれが真実だったら、俺たちが何を言っても焼け石に水だ。そして、他にも気になることがある。レザーは自分のペースで成長してる。すぐに消化できない悩みも多いとは思うが、確実に変化してる。それだけは間違いない。だが、実の両親に関する情報を目の前に突きつけられたとき、自分がどこから来て、どこへ行くのか、そんな問題を短い期間で考えないといけなくなる。やし。ねえ、あか、なんていうことラゾレシブ。ドラフはなんだか考え方がリサさんと似てるな。これが大人なのか。別の立場の人だと、確か神団長はこんなようなことを言ってたよな。人を信じて直感を信じるって。お前はどう思う？I will be there for him as a friend through this. そうか。レザーにお前たちのような友達がいるのは心強い。Hey man, how about this? うん、ラジャーたち。じゃあ、レザーを待たせないように早速実行しようぜ。Jadi saya di nggak dikasih tahu tuh rencananya apa? Reza, どうだ？考えはまとまったか？まだ考えてる。心の中が変。ググプラムが刺さったみたい。What do you think of Farka? Farka?背が高くてすごい人、よく笑う。Do you trust Farka? ああ、信じる。俺に優しい。名前をつけてくれて、戦いを教えてくれた。大事な任務で出かけたけど、俺会いたい。知ってるか、ファルカは手紙を書き終えたのに、わざわざレザーのことを裏に書いて、お前の両親のものを渡すようにリサさんに頼んだんだ。つまりそれがお前にとって特別な意味を持っているって考えたんだ。あ？それにたとえ何があっても、旅人とオイラ、リサさん、それにお前の友達全員がレザーのそばにいるぞ。 Don't worry, it will be fine. その通り。茶色の猫おじさんもお前を応援してるぞ。ああ、ありがとう。決めた。俺はお前たちと師匠のところに行く。そう来ないとな。先に行ってくれ。俺は手元の仕事をさっさと終わらせて帰るつもりだ。武流祭が始まる前に娘との時間をたっぷり過ごさないとな。おう、じゃあまた今度な。オッケー。Go back to Grandmaster Office.
Kira-kira. Ini mungkin agak panjang berarti ceritanya. Ada 3 chapter ya. Lisa-san, Reza を連れてきたぞ。師匠、俺、物を見に来た。あら、狼ちゃん、元気そうでよかったわ。もう二人から説明を受けたようね。さあ、この木箱がそうよ。さっき取ってきたばかりで、まだ開けてないの。もし決心がついたら、自分の手で開けてみて。うん。もうついてる。お、箱の中は…こまごまとしたものばっかだな。うん。てっきり、手紙とか、そういうのがあるもんだと思ってたけど…Boneka itu bisa, jadi boneka segala ya. Ada banyak benang, banyak ada bor, sama bir ya. Aku nggak tahu itu kompas sih yang dibawa kiri. Masaka, jika nggak tadi segitu, Waruka nggak hukum no kibaku tuh. Kenapa bisa jadi, Faibo, bisa jadi. Nyoi ga suru. Bau.匂いって何の匂いだ？ずっと昔嗅いだことがある匂い。あの人たちの匂い。あ、オルトゥニャやブラティ。人間のパパとママの匂い。あ、ノー。子供の頃に嗅いだ匂いを覚えているなんて、そんなことあるのね。さすがレザーの嗅覚。野生じみた感覚も一種の才能なんだろうな。他にも手がかりがないか見てみようぜ。あれ、この毛糸のぬいぐるみ、なんだか歪んでるけど手作りだよな。お、こっちは遺跡守衛のパーツっぽいぞ。What? ウィンガー。おい、見ろよ、このボトル空じゃない。まだ半分以上お酒が残ってる。それに紙が貼ってあるぞ。サウザンド、サウザンドウィンドブリュー。あ、そのボトルの中身サウザンドウィンドブリューなの？師匠知ってるのか？ええ、噂によるとサウザンドウィンドブリューはモンド人が初めて習得した醸造法で作られたお酒よ。この名前の由来は材料をたくさん入れるからという説と、家庭ごとに醸造した味が違うからという説があるの。様々な方法で醸造され、味をコントロールするのがとても難しいことを本で読んだ覚えがあるわ。でもこの特性は酒造業の立場からしたら扱いにくいものよ。それに彼らは配合が安定しているお酒を商品として選ぶ傾向にあるわ。だから市場や酒場でサウザンドウィンドブリューを見かけることはほとんどないの。狼ちゃん、これはあなたの両親が手作りしたお酒よ。つまりきっと重要なものなんだよな。あ、そうだ、レザー、せっかく鼻がいいんだから、開けて匂いを嗅いでみたらどうだ？もしかしたら、何かわかるかもしれないぞ。ナイスワン、ファイモン。わかった。うわ、すんじゃ、オッケー、オッケー。お、ジェティコロチューン、ウワイネビサ、アウヤ、ダリマナヤ、アワネ。あれ？
すごく真剣に嗅いでるぞ。しかも、笑った？どう？甘くて、ひんやりしてて、ちょっと苦い。好き。いろんなものが入ってる。でも、本来の匂いとは少し違う。レザーですら違いがわからないのか？もう少し嗅いでみる。いいのよ、レザー。自分を追い込む必要はないわ。うまくいかないときはどうすればよかったかしら？違う方法を試す。その通り。偉いわ。師匠の言葉をよく覚えてたわね。あ、そういいね。そろそろブリュー祭の時期よ。お酒に詳しい人がモンドに集まってくるから、きっとサウザンドウィンドブリューの詳細を知っている人も現れるわ。そうか、その手があったな。Will Fenty will be coming? Ya,、yeah, kalau Fenty datang dia bisa tahu kayak. Nanti yang udah rumen banyak minum, maybe tentang wine ya. Jadi seharusnya dia kurang lebih dia tahu sih mana yang.開幕式はとても盛り上がるから、可愛い子ちゃんたちも見逃さないでね。レザーも一緒に会場に行って聞き込みをするといいわ。うん、たくさん聞いてみる。そばにいてやるから安心しろ。オイラたちは、お前がユラフと狼たちの間を取り持ってくれたように架け橋になるぜ。Interesting comparison。 わかった。じゃあ、俺先に帰る。人間のパパとママのこと、ルピカに教える。開幕式でまた会おうな。Okay, wait for when the first thing, then do this later. Jam 8. Ya, berarti lagi. Oke, ini sudah harinya. What? Oh, loading dulu. Bakal. Mina, 待たせたな。今年のブリュー祭も無事に開幕できた。祭りの期間は、モンドの住民の方々をはじめ、世界中から訪れた人々が美酒を分かち合い、収穫の喜びを満喫できることを願う。ブリーズデー当日は、風神バルバトスの帰還を迎えるために、灰揚げの儀を行う予定だ。風の導くままに。おぉ、ダフェンディット。風の導くままに。レザー、もう来てたのか。ああ、人がたくさん。さあ、こっそり人探しに行くぞ。人探し。おう、情報通でお酒好きな原油野郎を探すんだ。あいつなら何か知ってるかもしれないからな。ディフェティー、ディフェティー。やろう。Been a while。やあ、旅人にパイモン。
この素晴らしい祭りの時期なら君たちに必ず会えると思ってたよ。綺麗事ばっか言っておいら騙されないぞ。素晴らしい祭りとか言いつつ結局はお酒が目当てなんだろ。そんなこと言わないでよ。この祭りの魅力はそれだけじゃないんだから。あれれ、レザーじゃないか。最近調子はどうだい？まあまあ、お前に聞きたいことがある。そうそう、レザーはお前に聞きたいことがあるんだ。原野野郎、サウザンドウィンドブリューって知ってるか？おや、なんとも懐かしい名前だね。最後にその名前を聞いたのはいつだったかな。実はレザーの両親から木箱をもらったんだ。その中にはお酒が半分入ったボトルがあって、サウザンドウィンドブリューって書かれた紙が貼ってあった。古い製法で作られる歴史あるお酒らしいから、お前なら何か知ってるかもって思ったんだけど。いい匂い。でも何が入ってるかわからない。なるほど、サウザンドウィンドブリューの製法が知りたいんだね。なら僕に聞いて大正解だよ。僕はとある歌謡を知っている。その名も同じくサウザンドウィンドブリューって言うんだ。ブリーズデーまで取っておこうと思ってたけど、友達のためだからしょうがない。どうだい、今すぐ歌ってあげようか。歌謡よくわからない。でも聞きたい。悪くない返事だね。じゃあ始めるよ。ini kayak ada animasi ya berarti. これらを樽に封印し、焦らず待つのだ。風が吹き、波が立つまで。ビシュのボトルをまずローで封じ、南風は心地よく、北風はたける。ビシュはどんな味か。モンドの名、自由の夢。何を発酵させ、ビシュとなったのか。探求する勇気。優しさに満ちた慈愛。守護の執念は、ありし日のまま、謡を掲げる旋風とともに。酸味ある雫は甘くなり、粗雑な樽は潤わん。焦らず、待つのだ。風が吹き、波が立つまで。拍手ありがとう。この歌謡は、みんなの役に立ったかな。ああ、さやが倒し。お酒と似てる。少し甘くて、少しクラクラする。意味は、わからない。レザーはともかく、オイラもよくわからなかったぞ。醸造のことを言ってるのは確かだけど、具体的な内容が全くないじゃないか。ぼんやりとしたロマン。これもモンドの歌謡の特徴だからね。醸造の材料に関係しそうなのは、探求する勇気、優しさに満ちた慈愛、守護の執念、謡を掲げる旋風。何のことを言ってるのかさっぱり見えてこないぞ。おい、原野野郎、お前実は全部知ってるんだろ。ちょっとくらいヒントをくれよ。おっと、残念だけど僕は教鞭を取る厳しい先生じゃないからね。それに歌謡にない内容をでっち上げろと言われても無理な相談さ。香りの秘密を知るには、自分たちの力に頼るしかないよ。自分の力に頼るって、オイラたちで醸造しろってことか？それに、醸造したら何かわかるのかよ。おい、原野野郎、
嘘ついてないよな。長い付き合いなのに僕の誠意を信じてくれないの？すっごく悲しいよ。信じる。俺、試してみたい。自分でお酒を作って答えを探したい。お酒を作る方法が分かればパパとママのお酒に何が入ってるのかも分かる。What kind of people they were? ああ、その人たちのこと知りたい。Oh, jadi pembuatan bir itu jelas. Reza がこう言ってるし、原油野郎のことを信じよう。初めてのお酒作りだ。失敗したって別に恥ずかしくないぞ。安心して、自由にやればいいさ。うわ、だろうさ。思ったより難しくないから大丈夫。おさりや。楽しく、真摯な気持ちで取り組めば、必ず期待通りの結果を得られるはずだよ。うん。かよ、師匠に聞かせる。それから、自分で考えてみる。うん、その意気だぜ。じゃあ、2日後にまた会うってことでいいか？場所は同じくここにしよう。おはりらぎ。ああ、覚えた。じゃあまた。え、デリコンもおはりらぎ。ああ。名高い栄誉騎士、そしてテイワットのガイド、パイモン。どうか手を貸してくれないか。うわ、オイラをそうやって呼ぶやつが現れるなんて。とうとうオイラの称号も世間に広まり始めたんだな。待てよ、お前なんだか見覚えがあるような。Di Payoko lupa terus. Tiap orang yang dia ingat itu. Kecuali makanan sama harut. Yes, in the main hall of the night of Bafuni's headquarters. So, 僕はセピロス騎士のベルンハルト。ヘルター隊長率いる後方支援部隊に属している。Oh? Di bawah hanya Captain Herta ya? Okay.最低限の礼儀として、まずは君と十分な友好関係を築くべきだとは思ったんだが、時間がなくて、この通り厚かましくお願いしに来た。今回のチャリティーショップを救うために手を貸してほしい。レスキュー。レスキューは？あ？チャリティーショップ。確か、ジン団長が言ってたよな。何かトラブルでもあったのか？実は、セピロス騎士団は、ブリュー祭期間中に出展を計画していて、厳しい環境で暮らす子供たちやお年寄りのために、屋台の収益をチャリティー活動に使う予定なんだ。ああ、本当、そこら。いや、担当者は抽選で決まるんだが、たまたま僕が選ばれた。そこでチャリティーショップを成功させるために、いろんな人に相談に乗ってもらっていたんだ。ただ、OK、いや。僕は普段、倉庫での作業と運送の仕事ばかりやっていてね。何を売るかでさえ頭を悩ませていたのに、ましてやお店の経営なんて。ベダープロフィシーディア、デディスルーディジュアラで。だから、君たちの手をぜひとも貸してほしいんだ。Everyone has things that they struggle with. そうそう、そんなにかしこまらなくてもいいんだね。つまり、
本土の子供とお年寄りのためにチャリティーショップをやるってことだよな。すっごく立派なことだと思うぞ。うん。それにこいつは栄誉騎士だし、オイラも騎士団とは付き合いが長いからな。協力してやる。We will be more than happy to do our experiment, say we are happy to. Penajar wah yang luar biasa si Aether. 本当か？ありがとう。じゃあ早速手短に説明しよう。え？イベントが始まる前に、まずはお店を運営するための基本資金となるブリューゼリーを用意する必要があるんだ。ブリューゼリー？とこ、itu jelly？ Agak agar？僕は多分、mungkin bahaya dari slime sih。近隣の酒造業者に酒造りの材料を売ればブリューゼリーがたくさん手に入る。OK。他にも一部外国のお客さんの中にはブリュー祭の期間中に飲み物を大量に仕入れようとする人がいる。そういった人たちは注文を手伝ってくれる代理人を探していてね。長期的な協力関係を築くためにもこの類のお客さんは気前がよく、酒造業者と価格の交渉をする余地もある。あ、いや、ini yang tadi dibilang sama Jin itu. Yang dimana apa tuh wine bisa dijadi negosiasi untuk beli bahan pangan yang kasar gitu. その差額が僕たちへの謝礼になるんだ。しかも同額のブリューゼリーと交換することもできる。Is that a money in good food?apa sih fair blue jelly apa sih kayak jelly betul lah itu. つまり、オイラたちの仕事は酒造業者にお酒作りの材料を提供することと、外国のお客さんのために値切りをすることだな。え？なら思ってたよりも簡単そうだぜ。ini gua saya nggak ngerti lo. We are pretty good at this. Okay. 本当か？それは良かった。実はすでに依頼が来ていてね。スメールのシェバマさんの注文でバケーションサイダー50箱だ。あ、50 kotak buat dari festival だ。Dasar orang Sumeru lagi。そのドリンクはゲオルグさんが店主をやってるエンジェルズシェアの屋台で買える。Shopkeeper name is George。ゲオルグさんは優しいんだけど、損をしたがらない。ゲオルグさんの気分を損ねないように、価格交渉の時はよく考えてくれ。僕は引き続き屋台の準備をするよ。十分なブリューゼリーが用意できたら、またここに戻ってきてほしい。OK。それと、屋台に必要な材料は僕が用意するから、気を使わなくても大丈夫だ。すでに仕入れ先へは連絡してやる。資金の準備ができ次第、材料を送ってもらえる予定だ。よし、手分けして行動開始だ。屋台の準備はお前が、資金調達はオイラたちに任せろ。ああ、二人とも助かるよ。OK、serahkan pada kami。やっぱ saya gak tahu mau ngapain。kayak negosiasi kayak。Yap。Go to Angel。Oh。Hey George。ケオルグさん、こんにちは。オイラたち。シェボマさんの代理人で、バケーションサイダーを50箱注文したいんだ。で、OK。ああ、シェボマさんか。うちの常連客だな。注文の数はいつもと同じようだが、単刀直入に行こう。今年はいくら出すつもりだ？あ、どう、サイティだった。グランオファー。14,000。その値段、少しばかり厳しいが、窮地の中ということで飲んでやろう。いつも通り、直接シェバマさんの店に届くよう手配する。安心しな。この領収書は忘れず保管しておけ。よし、資金調達を続けようぜ。なるべく早く、十分な量のブリューゼリーを集めよう。方法は自由。十分な資金を集められればいいってベルンハルトが言ってたよな。外国のお客さんからの注文が入れば謝礼がもらえる。そうすれば
酒造業者にあんなたくさんの材料を売らなくて済む。いや、でも念のためひとまず他の酒造業者を調べてみようぜ。Sepertinya gue kebanyakan sih tadi. Kasih ya. Agak rendah dikit lah gitu. Tabibito, Pai mo, koko ni itan da ne. Barbara. Barbara. Happy Wednesday Fest. Aduh susah banget sebutinnya. Happy Breeze Brew. Ini gimana caranya dia bisa lu bisa ngomong secepat ini? Brew Sai wa Mondo de mottomo nigiyaka na omatsuri no hitotsu nan da. Kono jiki ni aeru nante ureshii yo. Zehi Brew Sai o tanoshinde itte ne. Soyeba Georgu san ni kiitan da kedo Brew Zeri o atsumeteru nda yo ne.それでちょっと気になったんだけど、もしかして騎士団のチャリティーショップのお手伝いをしてるの？そうだぞ。オイラたちも騎士団の一員だからな。オープンに向けてあちこち走り回って資金調達をしてるんだ。営業を開始した後にどんなトラブルが起きてもきっとオイラたちなら乗り越えられるはずだぜ。さすが頼りになるね。あなたたちの助けがあればきっと今までにないくらい成功すると思うよ。 Thanks for your encouragement. 以前騎士団が小規模のチャリティーイベントを開いた時に私もお手伝いに行ったことがあるの。とはいえその内容はお店の前で歌うことだったんだけどね。 Hey, apa-apa Barbara. Lagu Anda sangat bagus. そうだ、あの時吟遊詩人のウェンティにばったり会って一曲一緒に即興で歌ったんだ。おー、まあそれでフェンティ。あ、やっぱなさるち、いけばな。彼の奏でるメロディーはとても古風で優雅でね。最初は雰囲気を壊すのを恐れて、あえて小声で歌ってたんだけど、でも彼がハーモニーで私を導いてくれたのは、そのおかげですぐに感覚をつかめたんだ。結果的にお客さんに喜んでもらえたし、商品もよく売れたからよかったよ。バーバラと吟遊野郎ってコラボしたことがあったんだな。So Barbara was with a Don't Give Bar before. I wish I could have been there too. いや、最後が悲しい。それが残念だけど、今回は時間の都合がつかないんだ。ブリュー祭期間中、セピロス教会は景色が綺麗な場所で特別に合唱を披露することになってるの。私もリハーサルに参加する必要があって。 We will take care of the charity. Oh! どっちもやりがいのある仕事だし、お互い頑張ろうぜ。二人ともありがとう。ここで歌うことはできないけど、他のところで力になれるよう工夫してみるよ。あ、みんなにあなたたちのお店を紹介するのはどうかな。え、どういう出会いもなれ。例えば大きなポスターを用意したり、チラシを配ったりとか。これカナバルバラで。あ、キャッチコピーもちゃんと考えないと。それからサインも入れた方が誠意が伝わるよね。だけアイテムリミットギトロ。それともやっぱり一人一人に声をかけるべきかな。おお、バーバラが宣伝してくれたら店の知名度も一気に上がるな。 Unlike a lot of effort. これくらい気にしないで。それにそんな風に言われるとちょっと恥ずかしいよ。はい、もう少し考えてみて、他の人にも宣伝のアドバイスを聞いてみるね。それじゃあ旅人にパイモン、またね。またお。グレータル。その騎士団と教会のみんなもきっとあなたたちのことを誇りに思ってるはずだよ。え？おう、一緒に頑張ろうな。
Ow. これでさらにやる気が出てきたぜ。オイラたちももっと頑張らなきゃな。チコバイマン。Horstel gede sih paling mahal ya. Dore dore. こんだけ資金を集めたらもう十分だよな。ベルンハルトのところに戻ろうぜ。OK。ベルンハルト、資金をたっぷり集めてきたぞ。もう終わったのか。なんという手腕だ。Everything in place. We just need open the shop. よし、僕の方も仕入れ先との商談が終わったところだ。少し待っててくれ。OK。どうだ？いい感じだろ？もし何か他にも案があったら、いつでも店の装飾を変えてくれて構わないよ。待って、これ、すんでり。おお、いい感じの立派なお店だな。よし、オイラが店の名前をつけてやるぞ。そうだな。セピロスザーザーショップにしよう。 The shop definitely need a name tag. How about Favonian goodies? Indubitably Heavily Paimon on me. それって褒め言葉だよな。ベルンハルト、他にオイラたちにできることはあるか？資金調達は大変な仕事だし、きっと疲れてるだろう。細かな雑務は全部僕に任せてくれ。代わりに君たちはその幅広い知識を使って経営方針や営業方法、サービスの特徴や品質管理などを考えてほしい。こういった専門的な話は他の店主から聞いたんだが、実はよく理解できていなくってね。でも重要であることは確かだから、君たちに決めてほしいんだ。つまりオイラたちが店主としてお店の戦略を立てて、お前が店員として具体的な仕事を担当するってことか？そういうこと。僕は体を使うのが得意だからね。まさに道具として使ってくれ。 Hey, Anda bukan alat. Betul yang dikatakan Aether. Very selfless. おいおい、そこまでする必要はないぞ。オイラたち別に悪徳店長ってわけじゃないし。そうだそうだ、ベルンハルトは先に休んどけよ。オイラはこいつと経営戦略について話し合っとくから。よし、要点ははっきりしてるな。目標はフェア最高の料理店だ。さあ、ベストな状態で最初のお客さんを迎えるぞ。 We are open for business. 旅人とパイモン、oh. まさかこんなところで会うとは思いませんでした。 The first customer. モナとフィッシュルじゃないか。お前たちもフェアに遊びに来てたんだな。命名のうちに覚えた予感により、メギストス卿を連れて門族の仮説を視察しに来た甲斐があったわ。このありふれた終日に条理より外れし木があるとは、実に素晴らしい。 Yes, most splendid. お嬢様は喜びの声を抑えておられますが、あなた方にお会いできてとてもご機嫌なようです。おオズ、変に誇張しないでくれる。古本、やはり私から説明しましょう。先日皇女殿下がいい夢を見られたそうで、近々何か幸運なことが起こるのではないかと、私のところへ先生術のアドバイスをもらいに来たんです。その際、ブリュー祭が盛り上がっていることを耳にし、一緒に行かないかと誘ってくれました。
もちろん喜んで承諾しましたよ。執筆の締め切りに間に合わせるために、祭りのセールでちょうどいろいろと仕入れる必要がありましたから。実は皇女殿下が教えてくれていなければ、私は武流祭が開催されたことすら気づかなかったでしょう。メギストス卿、今の話は補足する必要があるわ。あの夢は9日も前のものよ。Whoa, what? Dream of which you speak occurred no less than 9 days ago? Okay, itu lama sekali. その間、メギストス卿から返事がずっと来なかった。だから、私が直々にあなたの邸宅を訪問したの。待ってください。9日？あれからもう9日も経っていたのですか？早すぎません？でも、今回の執筆はメギストス卿にとって極めて重要なもの。私も大目に見てあげるわ。ですが、メギストス卿も注意された方がよろしいかと。郵便箱がびっしりと詰まっていたら、音信不通になっていると勘違いされる方も少なくありませんので。Udah dikirim surat, tapi gak dilihat selama sehari yang lalu. Baru hari ini semuanya nyadar. Mona は学問の研究に没頭するあまり、時間も人に返事するのも、それからこんな盛大なお祭りがあることも忘れちゃってたんだな。Your ability to focus is admirable. とにかく時間がありません。早く必要なものを買いに行かないと。そういえば、あなたが自分の店を開いているとは思いませんでした。しかも、私が一番注目している料理店だなんて。実は人に頼まれてな。オイラたちのお店をよろしく頼むぜ。There anything you like to purchase? そうですね。おすすめの、その、おつまみはありますか？飲むばね。もちろん、いっぱいあるぞ。メニューには、待てよ。おつまみ？おいしい。おいしい。おいしい。Kuat minum ya. Masaka, sipit ga umaku ikanai karate, osake demo nomi hajime ta no ka? Gue juga secara spontan anjir mau jawab ya gitu. Soieba, ojo sama ga yoku hōmon sare teita no de, sono sei de kanari okure ga dete iru no kamo shiremasen. Inde, mona. いえ、お酒も訪問もどちらも関係ありません。そう驚かないでください。以前、皇女殿下の得意料理、冷製肉盛り合わせをごちそうに、失礼、寄生シンフォニーでしたね。いえ、ヘイレイゲーシンフォニー。その味は、これまでに味わったことのないもので、一口噛むごとに、ちゃんとお肉の満足感があり、気づけば完食をしていました。Lu habisin semua piringnya。まあ、お客さんに料理を楽しんでもらうのも、料理人にとっては一つの評価だからな。冷製肉盛り合わせは本当に素晴らしいものです。エネルギーの補給ができ、長期保存も可能。一般的には、おつまみとして食べられるものなんですよね。え、itu nama nama makanan itu betul-betul fit banget itu nama makanan。価格を除けば、他のすべての麺において満足サラダに勝っています。しかし考えてみてください。武流祭はお酒をテーマとしたもの、つまりおつまみを割引価格で買うことができるはずです。まさにこれは天が与えし贈り物、しっかりと手にしないといけません。歓喜の声を上げなさい、メギストス卿。あれは
私が旅の合間に思いついた作品に過ぎない。極上の料理を堪能する機会はまだまだあるわ。まだ本領を発揮していないとお嬢様はおっしゃっています。ええ、分かっています。皇女殿下の腕前はあの時の料理をはるかに超えているものでした。ただ臣下の私が皇女殿下に料理を頼むなんて、いや、つまり家に来た客人に料理をお願いするなんてこと、せめてサラダ以外の品を用意できればお口に合うものを出せたかもしれません。え、モナはそんな風に思ってたの？出さすんでれんよ。こういう時は先を読んでいたとか対局を見据えていたとおっしゃった方がお嬢様にお似合いかと。その通りよ、ネギストス卿。私が認めたものとしてあなたは星空の秘密を知り尽くしているはず。私を喜ばせる必要はないわ。別にいつもこんなに忙しくしているわけではないんです。それに時間の余裕があるときに他の分野を学ぶのは何も大変なことではありませんので。 That case? おう、オイラたちセピロスザーザーショップに任せろ。 Yeah! うちにはそのまま食べられるおつまみだけじゃなく、少し調理するだけで食べられるものもあるぞ。それぞれちょっとずつ買うのがおすすめだ。ちなみに少し調理するだけで食べられる方は失敗しにくいし、作るのもすぐ慣れるはずだ。難しい料理は忙しくない時にでも挑戦すればいいと思うぜ。もちろんモナの家に行って教えてやってもいいぞ。旅人は料理がうまいからな。 Yeah, piece of cake. おお、それはいいアイデアですね。これなら多少値が張ろうとも構いません。ネギストス卿、あなたの傑作を心待ちにしているわ。それからパイモン殿の助言を念頭に置き、合理的に予定を立てるのがよろしいかと。ええ、今に見ていてください。今度私の家に来た時、格段に美味しいものをご馳走しますので。セピロスザーザーショップの初収益だ。 What a major milestone. そうだな、お客さんが気に入った商品を買う姿を見たらオイラも嬉しくなってきたぞ。誰かが必要としている商品を売るってこういうことなんだな。店主の仕事って案外楽しいかも。よし、パイモン。ドルワーです。この調子で店の名をとどろかせてやろうぜ。Oke, sekarang kita hadap ke di これ。あれ？レザーのやつ、影すら見当たらないぞ。まだ来てないのか？もしかして前回疲れて帰ったから寝坊したとか？Do you think he fell asleep when he get back and still nodding away? That's more like something you did do than raise. Ya, Paimon. Anda yang biasanya sering telat. Sudah, na. Mau sekali mati miru ka. Ima no uchi ni, oira tachi de kangae toko ze. Genyo yarou ga itte ta zaireo te, dore mo chushou teki datta daro? Tankyou suru yuki, yasashisa ni michita jiai, shugo no shounen, utai o kakageru senpuu.
何か心当たりはあるか？ You have any idea? Maybe they describe the one character? Ya sih, itu yang gua pikirkan sih. Yuke 抽象的になったぞ。人生ってどこでどうやって見つけるんだよ。The Avenger Guild, the Church of Favonius. え？つまりモンドにある組織と関係してるってことか？Yes. And as for the War Defender. 言われてみればそうかもしれないけど、材料とか具体的な誰かじゃなくて。漠然とした概念を指してるのか？そういえば、ちょうどどれもブリュー祭の主催側だな。いや、いくらなんでも偶然すぎないか？あの火曜、まさか金曜野郎がアドリブで作ったものじゃないよな。That don't differ. Did he just make this up on the spot? Perhaps he has...As a way of helping us to help Hazor. じゃあ最後の歌いを掲げる旋風は灰揚げの木を暗示してるのかもな。だんだん見えてきたぞ。このまま原油野郎の作戦に乗ってやろうぜ。レザーと合流したらそれらの場所に行って知り合いに話を聞いてみよう。何か新しいヒントが得られるかもしれない。英雄騎士のお兄ちゃんにパイモンちゃん。オークリー、ごめん遅くなった。気にすんな、オイラたちも話してたところだから。こいつの知恵のおかげで材料のことはもう見当がついたぜ。おう、ヘロークリー、ヘッドレイザー、わかった。ヘッドレイザー。ああ、来る途中でクレイに会った。もうすぐブリュー祭だからクレイ、お出かけの許可をもらえたんだ。アルベドお兄ちゃんはティマヨスお兄ちゃんの特製酔いざましポーションのレシピ調整を手伝ってるから、クレイと遊ぶ暇がなくって、だから一人で遊んでたな。街に出るとモンド城の大人たちはみんなお祭りを祝ってて賑やかで楽しそうだったよ。だからクレイもいろいろ準備したんだ。自分の得意な方法でお祝いのお手伝いをしようと思って。得意な方法ってやばいぞ、嫌な予感がする。そしたらね、レザーと会ったな。わあ、おはぴらちゃりゃらだっけんぽん。So bomb crisis averted. いつもと違ってレザーが考え事してたから、何があったのって聞いてみたらね、そしたらレザーはママを探してるんだって。そうじゃない。大丈夫、ママは大切な人だもん。探すのはとっても大事なことだよ。クレイも手伝うから。ああ。レザー、おベネット、やっと見つけた。ベネットみんなもここにいたんだな。ヘロベネット、ほらこれやるよ。オーケー、ゴラスンダパネ。これってイグサだよな。ああ、その通り。今朝これに足を取られて転んじまってな。顔を地べたにぶつけて泥まで食べる羽目になったんだが、こいつは無傷で、ね、きっとこれがお前の必要としてる醸造材料だと思ったんだ。ベネットお兄ちゃん、どうやったらイグサで転ぶの？そうだぞ、イグサって光ってるだろ。Be fair, they only glow at night. Ya sih, pagi kan nggak ada ya biasanya.
doesn't help during。光るか光らないかじゃなくて、イグサは大きくて目立つから絶対に目に入ると思うんだけど。おお。多分慌てて走ってたから俺の不注意のせいだな。ラシッベル。その後同じように何度も転んだけど話すのはやめてこ。俺レザーがどこに行ったのかあちこち聞いて回ってたんだ。今朝だけでもう何度すれ違ったことか。会えてよかったよ。ようやく一息つける。またトゥーパル。あ、ありがとう。材料を探してること、どうして知ってる？ああ、それなら、図書館師匠を名乗るお姉さんが、サイリス会長のところに来て、冒険者協会の人も、武竜祭に参加してほしいって言ったんだ。ついでに、お前のことを手伝ってほしいともな。What? ああ、あの人がリサさんなのか。すごく頭のいい人だって聞いたけど、あまり外に出ないみたいだから、今回初めて会ったよ。おお、ぶたまかりやべな。でも、ちゅんちゅんちだえな。材料について俺もずっと考えてて、候補もいろいろあったんだ。本来は、お前に直接相談しようと思ってたんだが。結局は、イグサがベストだって気づいてな。だって、光を放ち、冒険者の道しるべになるなんて、素晴らしいだろ。エビ？ごめん、迷惑かけた。おい、そんな堅苦しいこと言うなよ。お前の気持ちはわかるし、友達を助けるのは当たり前だろ。もし俺の家族、親父たちが何か必要になったとき、お前もきっと助けてくれるだろ。ああ。クレイにできることはない？クレイも混ぜて、一緒にやりたい。クレイは元気だな。一番お祭りの雰囲気の影響を受けてるんじゃないか。ベネット、お前、家のこと話したの初めて。しらじるけや、ぶちょりがかん。それは、俺は小さい時から両親の顔を見たことないからな。教会の先輩冒険者たちに育てられてきた。普通の家庭とは違うんだ。Was raised by some。あきらしゃ。俺の家のことが聞きたいのなら、そうだな。親父たちの物語で一番すごい伝説から話そうか。もう katanya lu gak belum nggak tahu Arthur sendiri lu bilang。ベネットお兄ちゃん、クレイと一緒にママの子になろう。ママは優しいからきっと面倒を見てくれるよ。jadi angkat lagi pertama dulu sekarang Ben。 クレイちゃん、気持ちは嬉しいけど大丈夫だ。それにほら、俺には親父や仲間たちがいる。それから俺はベニー冒険団の団長だしな。心配するな。クレイ、わかった。じゃあこれあげる。ブドウコムゲスだよ、おさなまえと。それってボンボンだよな。お、じゃあジャンティ。ずっとぐっすり寝てる爆発しない怠けボンボン。ベネットお兄ちゃんに友達になってほしいな。いや、名前ドッピー、ドッピー。本当にもらっていいのか。うん、ボンボンも新しい友達ができて嬉しいと思う。
俺も嬉しい。Why don't you two go adventuring together? そうだな。もしかしたらクレイの影響を受けてベネットの運勢が変わるかもしれないぞ。冒険がうまいこと言って普段見つからないようなお宝を発見できるんじゃないか。 Boleh juga, Paimon. もちろん運がいいのはクレイだけって可能性もあるけど、でもこうも考えられるよな。ベネットがついててやればクレイは無用なトラブルを起こさなくなる。そうすれば安心して楽しいブリュー祭を過ごせるぞ。だからパケ。berikan Bennettnya experience bersama Clay dulu ya。おい、任せてくれ。俺たち二人で助け合ってみるぜ。冒険、お宝、ブリュー祭、やったー！早く出発しよう。毛皮なでなで。毛皮なでなで。レザーも元気出して。英雄騎士のお兄ちゃん、パイモンちゃん、レザーのことお願い。ママ探し、頑張ってね。トラカパダカビクリ。ビトラス。うまくいくように。みんな、じゃあまたな。じゃあ、Have a great trip! あいつら、元気そうでよかったな。そう、バイバイ。あ、本題を忘れるところだった。いや、ゴブを違うアップルパ。レザー、さっき旅人と考えたんだけど、多分原油野郎の言う醸造用の材料はどれも大切にすべき品性のことだと思うんだ。もしかしたらモンドの3つの組織それぞれが象徴する精神に紐づいてるのかもしれない。そこに知り合いがいれば必要なものが見つかるはずだ。そうか。どうしたんだよ。他に心配してることでもあるのか？オイラたちに話してみろよ。ああ、俺、帰ってからずっと考えてた。俺、賢くない。師匠や旅人みたいにできない。それでも、やり遂げたい。みんなに助けてもらうだけじゃダメ。俺も何かすべき。人間の良心よくわからない。でも知っておかないと。 Yes, Razor. Semangat. 別の人のパパとママ知る。それから俺のパパとママのことを考える。だから俺は聞く。あ、やっぱレザーは答えを見つけるために頑張ってるんだな。ああ、いやラゾ。ベネットが俺と同じだと思わなかった。お、yes、パパラゾ。でも親父たちの話になるとベネットの匂いが変わった。あおいや。暖かい。太陽の光に当たった干し草みたいに。ああ、Let's find more people。そうだな。オイラたちもそろそろモンド城に戻ろう。セピロス教会の知り合いを探しに行こうぜ。Let's go。レザーと仲がいいのは多分。え、やっぱバルバラ maybe。すまない君たち。今、モンドに戻ると言ったか？あ？実は、城内から果物を積んだ貨物車がなかなか来ないんだ。途中で何かあったんじゃないかと心配でね。
でもブリュー祭の仕事があるし、俺はここからどうしても離れられない。そこでお願いなんだが、モンドへ戻る途中で貨物車がどうなってるか確認してくれないか。おお、I got you。 まあちょうど通り道だし。いや、kalau bisa searah ya。 ああ、俺も行く。みんな俺を助けてくれる。俺も返さないと。ありがとう、本当に助かるよ。Oke, okay. Hey, kita, hey, ada kita coba ngecek gerobak yang oleh Marshall ya, namanya Marshall kan? Saya lupa. Bak terbang. Ah, soko da. Oh, kamotsya ga mieta so. どうしてヒルチャールもいるんだ。まさか果物の香りに引き寄せられたのか。ヒルチャールがあったですね。行こう、とにかく助けないと。おっ、ロー、rasa pegangguan aja. Top, ajar itu. Buset, udah lama sih saya nggak main Razor nih.Oke, hanya kasih ini. Oke. Takar baut. Oke. Oh, ada lagi. Pemain itu bukan.助けてくれてありがとう。君たちが来てくれなかったら、隊員も品物もとんでもない被害に遭うところだった。ini sangat salah entah kenapa. This still waiting for the festival. 本当に助かったよ。ここで道草を食えるほど余裕はないからね。僕は先に失礼するよ。いや。ハッピーブリーズブリュー。みんなブリュー祭を楽しんでくれ。OK。アンちゃん、君にも感謝するよ。オッケー。ここはゴールじゃない。What is it? 敵につけられてる。What? 敵呼ばわりされるなんて、ずいぶんと邪険に扱われたものね。お、ロサ。あやちゃパシー、メニガレット。ある意味、私たちは兄弟なのよ。あ?Brother and sister. Rosaria, どうしてこんなところに？いや、ロサリアはどこに現れてもおかしくないか。質問を変えよう。兄弟って一体どういうことだ？いや、itu pertanyaan sangat penting。君の剣術、ファルカから学んだものでしょ？早くて力強い。あのおっさんのスタイルと同じだわ。おお、jadi dia kayak di bawah bimbingan Farka juga ya, berarti Rosaria。会話が苦手なようだから、ファルカの口数が多いところを見習った方がいいかもね。彼がいつ戻ってくるのかわからないのが残念だけど。大丈夫。俺、待つ。兄弟、ファルカ。うん。あ、わかったぞ。二人とも父親がファルカだから、血のつながらない兄弟になるんだな。
Ya, betul Pak Ibot. Anda melihat siapa? Apa? Ada kejadian kayak gini aja. Ketsuen nante, somo-somo nan no imi mo nai desho. Mana ceritanya gue masih bisa ngomong. The bone of blood is strong. Ara, wasureru tokoro datta wa. Kimi ni wa imouto ga ita wa ne. Tsumetai. Kurai otona no hito. Omae mo hontou no oya no kao omoi dasenai no ka? Kare no jitsu no ryoushin ni kansuru tegakari o atsumeru tsuide ni kazoku no imi made oshiete ru no? Yeah, you could say that. Maa ii wa. Atari yo. Watashi wa jitsu no ryoushin ni kansuru kiyoku ga hotondo nai. Mono gokoro ga tsuku mae kara atta koto mo nai wa. Oh, dia sama ya kayak Bennett. Betsu ni. Mezurashii koto ja nai desho. Yono naka ni wa nikushin ni nichiya aitai to omoi nagara mo sore ga kanawanai hito ga takusan iru. Douse aenai nakara ki ni suru hitsuyou mo nai. Sore yori mo jibun ga donna hito ni naritai no ka ga taisetsu yo. 違う。それは間違ってる。ルピカはお互いを守る。大切な存在。人間の家族も大切。気になる。あらそう。仮に自分の両親がいい人だと分かったら、もしくは悪事しか働かない極悪人だと知ったら。どうするつもり？それは君自身の選択に影響を与えるの？そして君はどのような道を歩むつもり？あ、うん。ロサリアの言葉、少し現実的すぎないか？レザーには難しすぎるぞ。まとび。Curious. Yes. 誤解しないでほしいけど、何も困らせに来たわけじゃないの。彼は戸惑っているけど、私と君の知り合いのモンド人は前向きで親切な人が多いから、直接的なことは言えないでしょ。ああ、いや、juga sih. Aneh juga sih kalau mau saya di terbalik itu.太陽の光は多くを育む。だけど、暗闇に隠れた問題は解決できない。ロサリア。さて、お話はこれくらいにしましょう。花をあげる。私と同じ、冷たい花よ。わくだぱりね、やりろさ、おたにべな、あのロサリアや。バーバラはブリュー祭の司会イベントで忙しいから、教会の材料選びは私が代わりにってわけ。でも、無評花って本当に使えるのか？酒だるごと凍っちゃうんじゃ。これの霊気は私がすでに処理してあるわ。吟遊詩人も自由にやればいいさって言ってたでしょ。問題ないから持っていきなさい。え？なんだ、ロサリアって案外気配り上手なんだな。あ、待てよ、吟遊詩人ってあの時お前もいたのか？ありがとう。礼はいらない、ただの恩返しだから。私はファルカにいろいろと借りがあってね。半分姉としてちょっと手を貸しただけよ。おお、カカダンアティや、ボレボレボ。
早く答えが見つかるといいわね。じゃ、もう行っちゃった。あいつ、風のように現れたり去ったりするよな。オマシが bisa. そろそろオイラも慣れてきたけど。オマシが bisa berhenti ketawa. Lihat, Paimo bicara apa? Sama siapa? 優しさに満ちた慈愛。ちょっと違うような気もするけど、手に入れたってことでいいよな。残るは騎士団の材料のみだ。レザー、まだロサリアの言葉を考えてるのか？彼女の言葉、無評花の風みたい。冷たくて痛い。でも冷たいのは傷口にいい。ググプラムと同じ。おい、ルカ、ちゃんと考えてみる。その方がいいかもしれない。It'll take some time. There's no need to rush. ああ。考えながらお前たちについていく。OK。ええ。Dasar para hidup. Oh, lu. Okay. Ya, tidak ada kejadian itu lagi di berikutnya. Oh, kita ke tempat Jin ya.Oh, ada Kaya sama Lisa. Dakara, anata ga ichiban no tekinisha nano yo. Oh, ii tokoro ni kita na. Chōdo Lisa to Reza no koto de hanashite itan da. Doko made hanashita ka? Ah, sō da. Sakadaru datta na. Ee?欲しいのは守護の執念なのに、騎士団が用意した材料って、もしかして逆ダルなのか？ Obviously, that not what he... Barrel, right? そうだよな。パイモンちゃんの言う材料は、もう準備するよう手配してあるわ。え？ただ、あの子は真面目で、もうしばらく研究を続けたいみたいなの。だから、気長に待ってくれる？それから、酒だるについてなんだけど、あなたたち、いろんな材料を集めたでしょ？まさか、ダダウパの谷の大きな鍋でかき混ぜるつもりじゃないわよね。That will be a suspicious start of the wind. だから、悩んだあげく。質のいい酒だるを暁ワイナリーから譲ってもらうことにしたの。口が達者で頭のいい騎兵隊長を向かわせてね。おお、あじゃあまディロだけど。おいおい、弟子を助けたい気持ちはよくわかるが、全員顔見知りなんだ。社交辞令はそれぐらいにしておいてくれ。だが久々に戻る上にそんなことをしろと言われても。さすがに困るんだが。どこが困るのよ。交渉はあなたの得意分野でしょ。ブリュー祭はモンドで最も重要な祭りの一つ。それにあなたはディルック様の性格をよく知っているわよね。少し含みを持たせて言うだけでうまくいくと思うわよ。例えばモンド人が久々に過ごす祭りだから、いろいろと物が足りない、助けてくれる人はいないかとか。あなたがそういうのを聞いたら、きっと資金や物資の面で助けてくれるに違いないわ。リシャさん、ディルックの旦那から騙し取るつもりだ。ラシリサや。そうだな、
いいアイデアだ。なら早速出発するとしよう。お、こっちもあっさり承諾したぞ。はあ、レイザーの知らないところで働きかけてくれたリサさんに感謝しようと思ってたけど、今はどうしようか迷ってきたぞ。いやー、saya juga bingung sih, I bought. Tabibito, Shishou wa, ironna koto wo shite kureta. Kurou shita. Demo ore, shitsumon ni kotae rare nakatta. Yaku ni tatanai. Nah gitu lah. Ara, Okami-chan tara, nanika shoku wo ukeru yona koto demo atta no?落ち込んでてもしょうがないわよ。I'm a question. He cannot stop thinking. なるほど。そういうことね。じゃあこうしましょう。かわいこちゃんはガイアと一緒に行ってくれる？私は自分の役割、つまりレザーの心のケアと授業の歩行をするわ。おお。数日したらレザーを迎えに来てちょうだい。その時は。最後の材料も準備できてると思うから。旅先での話し相手ができるのは俺にとっても好都合だ。何が正しいのかわからない。でも師匠の言葉信じる。それでいいと思う。Lisa, you are a god sent. Thank you. あら、口がうまいのね、かわいこちゃん。でも、あなたたちのことは、私の負担にはならないわ。いってらっしゃい。騎士団の代わりに、リリック様に挨拶をお願いね。オッケー、リサ。オッケー、いや、バテカヤ、イコ、パーティキ、ダイヤ。心の中、腐ったラズベリーみたい。酸っぱい。やるべきことが、よくわからない。安心して、魔法のようなお悩みリセット術を教えてあげるから。I wonder special magic trick apa itu ya。でもその前に、まずは簡単なレザーにできることから始めてみましょう。会話の練習よ。 Let's practice some talking。 Oh。次に誰かの助けを受け入れるときや、みんなの意見に反対するときに、的確な表現で自分の考えを伝えられるようにね。わーい、but you got it。 俺、努力する。おう、yang luar biasa itu。なんか、ダウンワイナリー。え、ダウンワイナリー。そういえば、ガイアはお酒が大好きだから、きっとブリュー祭も好きなんだろ。ガイア？ああ、すまない。少し考え事をしてた。何か言ったか？はん、なんでもないぞ。別に大したことじゃないからな。Gampang ngambek kayak si Paimon. Nanti di lo ya. Nah, kurang lebih sih ini untuk Razor sih. Kira-kira apa ya? Jangan suruh deh.武流祭の時期なのに誰かと思えば、まさか君たちとは。それに君も。おっと、冷たい反応じゃないか。どうやらディルックの旦那にあまり歓迎されていないようだ。なんといってもここは俺の家でもあるからな。祭事の時期に帰省するのはどの国でも一般的な習慣だろう。
用があるなら単刀直入に言ってくれ。用ならお前も言及していた武竜祭のことだ。待ちに待った武竜祭を祝うため、代理団長はわざわざ教会と冒険者協会に連絡を取り、イベントを企画した。だが問題は騎士団の財政状況だ。俺が言わなくても想像はつくだろう。騎士団の面倒事なんて僕には関係ない。おいおい、非常だな。俺ですら今のは耳を疑ったぜ。みんなの努力はどれもモンドのためじゃないか。暁ワイナリーのブリュー祭限定ワインを飲んだのはもう随分と前のことだ。モンドの住民たちもきっとそう思ってる。もしかしてお前、自分があまり酒を飲まないからって他人にも飲む機会を与えないつもりか？おい見ろよ、ガイアのやつ露骨にいろんなことをおねだりしてるぞ。What a guy。 そういえば知ってるか、騎士団の連中はディルック先輩が温かい家族のところへ戻ってくるのを心待ちにしてるんだぜ。ディルック先輩の人望があればチャリティーショップの行列も高飛びの浜までできるだろうな。まったく、口先がうまいだけじゃ僕は動かない。そのよく回る舌を動かす体力は祭りの治安維持のために取っておくんだな。経費のことはメモしておいた。ヘルターと詳しく相談するようエルザーに言っておく。つい最近新しい酒ができたところだ。ちょうど日々苦労している労働者たちの慰労に使える。君の名前でサインするか？そんなに俺のことを困らせたいのか。暁ワイナリーから出荷されるものに現騎兵隊長の名前を書けるわけがないだろう。なんだ、よくわかってるじゃないか。ではこの件はアデリンに任せて匿名で輸送しよう。感謝するぜ。わあ、ディルックの旦那は気前がいいな。オイラ飲めないけど今の話を聞いただけでテンションが上がってきたぞ。君たち二人も武竜祭のために来たのか？Actually we are here about Razor。レーザーのやつも大変だな。あっという間に大きくなって父親を探すことになるなんて。ディルック、助けてやれよ。なんでか知らないけど、クレイは母親探しで、ガイアは父親探しになってるな。その方が言いやすいのかもしれないけど、聞く側は絶対に勘違いするぞ。いや、betul sekali Pak。Bisa bingung orang. 理解したから問題はない。ワイナリーに少し古い酒樽がある。年季は入っているが特殊加工されていて、烈焔花で長時間焼いても問題ない。What? これならきっと君たちの要望に応えることができるだろう。What? Bisa tahan dari flaming flower? おう、それでいいぞ。いつ運びに行けばいいんだ？その必要はない。僕がフェアの方に手配しよう。エンジェルズシェアの屋台のところで受け取ってくれ。やっぱりディルックの旦那とのやりとりはスムーズで楽ちんだな。ヒヒ。じゃあレザーの代わりに礼を言うぜ。礼ならいい。友人同士助け合うのは当然のことだ。ディルックの旦那は情に熱いいいやつだな。うん、そろそろ食事の時間だが食べていかないか？おお、そういうことなら俺は邪魔しないでおくぜ。祭事の時期に帰省するのはどの国でも一般的な習慣。
ガイア様もそうおっしゃっていましたし、残って一緒にどうでしょう。アデリンにこれ以上迷惑かけたくないんだが。遠慮しすぎですよ。あなたは毎回騎兵隊長としてお帰りになるので、私もいつも騎兵隊長にお茶を入れるだけ。ガイア様のために夕食を用意する機会なんてありませんでした。Jadi kayak bocil. Oh, jadi si Adelina yang itu ya yang ngurus kaya. Saki no isei wa dou shita? Kita ga yoku maaru hazu datta ga. Dirk, omae. Adelin wo gakkari sasetaku nai daro. Adelin. More the merrier. Ma, ii.じゃあお言葉に甘えて、アデリン、一人分追加してもらえるか。おはー、お腹いっぱいだー。アデリンの料理は最高だな。見た目も味もいいから、目もお腹も満たされたぜ。Thank you for hospitality. それならよかった。何か食べたくなったらいつでも気楽に来てくれていい。やった。そうか。じゃあ俺も旅人にあやかって来させてもらうぜ。笑いかくったのかい。げ、ガイアのやつまたふざけてるぞ。さて、これで用事も済んだし腹も満たせた。仕事に戻るとするか。ガイア様、お気をつけていってらっしゃい。オイラたちもそろそろ出発するか。レザーの方はリサさんに任せてるから問題ないとして、ブリュー祭はやっぱりオイラたちの助けが必要だよな。ディレックの旦那、またな。あ、Gila. Duh, gak. Ini kita coba ngomong. Kazoku ka. Family, ha? Nan demo nai. Kimi mo hayaku yasumu to ii. Boku wa Lezar to shitashii wake janai ga, nani ka areba soudan ni noro. Kyuji ro?ディルク様とガイア様が一緒に食事しているのを見るのは久しぶりです。しかしあの場の空気はまあ一階のメイドがあれこれ口出しすることではありませんね。パパアデリン、来てくださりありがとうございます。今後も機会があればぜひお越しください。Jadi setidaknya kita tahu siapa yang rawatKayak dulu ya di Downwind. Pasti ada leader. Agak susah ya. Agak bingung. Nggak ya cara gua ngomong. X2 complete. What? Hey. Wait until 2 days later. Okay.What? Baru aja jalan dikit. Eyoki to Paimon, ii shirase da. Boku tachi ni aratana suketto ga kuwawatta. Ah, itu tempat penjualannya. Kono futari no tenshu wa charity shop no koto o kiite nakama ni naritai to omotta rashii. Shikamo shuueki mo kifu suru tsumori da sou da. Oe? Kifu suru tte hontou ni ii no ka? Ooh, donation.いいんだ、いいんだ。収入源が増えれば助かる人も増えるだろう。俺とポリーンさんも黙々と自分だけ稼ぐよりその方がいいと思ったんだ。今年のブリュー祭はお客さんが例年よりも多いので早めに売上目標を達成できました。だからもう十分満足ですよ。
あなたたちがお年寄りと子供たちのために駆け回っているのを見て、私たちも協力したいと思ったのです。あまり気にしないでください。わあ、itu hebat sekali. We are extremely grateful. なんだか心が温かくなってきたぜ。やっぱり、なんかだったかな。となると、名前を変えないとな。よし。セピロスヒューヒューチャリティー連盟にしようぜ。オーバーパフォーディー。ウディスアンドバディ。Adding words, one way to make a big name for ourselves. Yeah, boleh juga sih. 力を合わせて今回のチャリティーイベントを成功させよう。バスタフバル。見てらっしゃい、見てらっしゃい。セピロスヒューヒューチャリティー連盟の特製料理に日用雑貨、それからお花はどうだ。Oh, ada hal lebih itu lagi. Wah, ini... Kayaknya udah beda dari side quest-nya juga sih. Oh, mira ya! Albedo ga kita zo! Ya, genki kai? Hello! Welcome to our store! Albedo mo nani ka kai ni kita no ka? Hitsuyou na mono wa toku ni nai kedo, kimi tachi ga...騎士団の店を管理していると聞いて来たんだ。ちょうどティマイオスとの研究に進展があってね。その完成品を少し持ってきた。チャリティーイベントに対するちょっとした支援だと思ってくれ。わざわざ支援しに来てくれたのか。おいら感激したぞ。どれどれ。ボトルに入ってるのは。あ、ミスター特製酔い覚ましポーションだよ。酔いを早く覚まし、頭痛を効果的に和らげることができる。これを必要としている人に試供品として配ってみてくれ。そうすればより多くのお客さんを引きつけられるはずだ。あ、リリー相当苦労して作ったんじゃないか。おや、長い間僕の実力を見せてこなかったからかな。昔の僕ならこのような研究にあまり興味なかったかもしれない。しかし錬金術の成果物で人々の生活を便利にするのは素晴らしいことだろ。そうだな。オイラ酔っ払ったことはないけど想像はできるぜ。お酒を楽しんだ後に足を滑らせて湖に落ちたり、石につまずいて転んだりしたら、せっかくのいい気分も台無しだもんな。We can't take all this and give nothing in return. そうだ、この店の料理を持って帰ってクレイと一緒に食べてくれよ。オイラたちのおごりだ。ああ、じゃあ遠慮なくもらっていくよ。まさかこれほど見事な詳細を持っていたなんてね。料理店の立地が絶妙だ。祭りの雰囲気に合っているだけでなく、役割分担も合理的だよ。他の騎士団メンバーが担当していたら、きっと普通の雑貨しか売っていなかっただろう。アルベドに褒められたぜ。オイラ、酔い覚ましポーションを飲んだみたいに気分がいいぞ。でも、アルベドって意外とチャリティーショップに詳しいんだな。ああ。以前、騎士団がチャリティーイベントのために雑貨を集めたとき、風景画を十数枚ほど提供したことがあってね。アルベドの絵ならきっと高く売れるだろうな。パイモンの考えは一般的な商人と似ているようだ。確かに僕の絵を独特だと思い、投資価値を見出して高額で購入してくれる人もいる。以前のオークションで僕のスケッチの売り上げが良かったから
アリスさんも何かを感じ取ったんだろう。彼女は独自のルートで僕の作品にある認定を授けてくれた。確か特許という名前だったかな。いやないですか。その後、多くの画家が僕の風景画を模倣してモンドによく飾られるようにもなった。Sounds familiar. Yes. アリスさんの特許のルールでは、画家はその類の風景画を売るたびに報酬の何割かを僕に支払わなければならないことになっている。だがお金の行き先に興味はない。その管理は騎士団に任せている。富は僕の目的じゃないからね。もし何に使えばいいかと聞かれたら、うん、アリスさんが壊したものの修繕費に当てればいいと答えるだろう。What? Pay for the destruction that Alice has created? でも、結局はチャリティー活動に使ったと聞いているよ。But they... they done Alice, yeah. But this...さすがはアルベドと言うべきか。結果は本意からそれたものだったけど、予想外の収穫を得られたし、僕も少しずつそれを受け入れたよ。Good. Good luck, Aid. Good for you. For you. ありがとう。え？じゃあ、そろそろ僕は工房に帰るよ。商売がうまくいくことを祈ってる。協力してくれてありがとな。アルベドも研究頑張れよ。時間があったらまた遊びに来いよ。OK。ketiga sudah kita mulai. この前リサさんは騎士団もレザーのために醸造の材料を準備してるって言ってたよな。そろそろその手配も終わってるんじゃないか。行ってみようぜ。これでいいだろう。OK。mari kita balik. Alah.Kita balik lagi. Laser のやつ、歩行は順調に進んでるかな。スクロース様、お待ちください。待てのえれ。ロス様。先輩、パイモンさん。彼女を止めるのを手伝ってください。What? What happened? わあ、びっくりした。お前ら、何慌ててるんだ。実は、スクロース様と一緒に醸造の材料をあなた様に渡す予定だったのですが、レザー様がいらっしゃると聞いた途端、逃げ出してしまったのです。お、What? Why? アパスクロース。私は知らない人と関わるのが苦手だから、材料を無事に渡せればそれでいいの。そんなのいけません。せっかく二人で頑張ったのですから、一緒に顔を出さないと。スクローズ様の手柄を横取りすることになってしまいます。手柄とかそういうのはいいから。つまり騎士団が用意した材料って生物錬金で作ったものなのか。はい、甘さ4倍の夕暮れの実です。 What drop of sweetness sunset? What the rupa name? Ini dari noel. 甘さ4倍？普通の甘さじゃダメなのか。
それにどうして夕暮れの実なんだ？え、中がやかつはさんせてやじゅくがなんぱくや。それを説明するには最初からお話しする必要があります。オッケー。私はお酒の香りが好きで、お酒を作ることについてもある程度勉強と経験を積んできました。結論から申し上げますと、原材料の甘みはとても重要な要素なのです。そこで最適な材料を選出するために、モンド周辺にある甘みを含む植物や果物をすべて探し出し、一つ一つ試食してリストにまとめました。同じ材料でも産地ごとに調べています。例えば日和泉町付近のスイートフラワーは誓いの岬よりも少し甘いんです。おお。うわ、かなり大変そうだな。問題ありません。騎士団メイドとして当たり前のことをしたまでです。オポリジェタレ、ディオマイレイトメッツカレンクナイジュガヤ。騎士団を代表して守護の執念を見つけることができれば、私にとって大変栄誉あることですから。いやいや、ノエルがベンドルや。ノエルの目が輝いてる。でもなんだかリサさんに騙されてる感じがするな。よし、よし、バイバイ。あ、本題に戻りますね。私一人で試食をしていたのですが、それでは主観的になってしまうのではと心配になりました。そこにちょうど研究室から出てきたスクロース様が現れ、相談をしたのです。あ、お、やばい。どうかしましたか、スクロース様？ルッパ、アンビル、バラギ。急に思い出した。私、輸入したばかりの実験器具を取りに出かけようとしてたんだった。あ、顔色が悪いけど、もしかしてその件を忘れてずっと今日まで研究室にこもってたのか。大丈夫。そうです。すみません。あ、気にしないで。私にも責任があるから。実験器具は後でマージョリーさんのところに取りに行くことにする。ノエル、話を続けて。はい。そしてスクロース様から私のリストに対する貴重なアドバイスをいただきました。さすがはプロの研究員の方ですね。褒めなくても大丈夫だから。その後ノエルに事の経緯を話してもらったの。ノエルはそのレザーってこのことを知らないのに真剣に取り組んでた。私、それに感動したの。でも私から見ると、それら材料はどれも完璧じゃなかった。私たちに必要なのは、糖度が高く発酵しやすい果物。最終的にリストの中からシードル湖周辺で採取した夕暮れの実のサンプルをベースとして選び、改良を施したんだ。生物錬金を通して甘みの特性を増幅させ対象実験を行った。あ、ディディバントはそう、あ、セディマ。実験が始まった後のスクローズ様の根気強さには感服いたしました。もう褒めなくていいって言ったのに。とにかく五色夕暮れの実回635、甘さ4倍版の開発に成功したの。糖度は厳しく測定を行い、色合いとふくよかさも一流。ノエルはそれを簡潔に甘さ4倍の夕暮れの実って呼んでるんだ。まだ大規模な量産を行えないのが残念だけど、今回はレザーに協力できればそれでいいから。And I have a little bite just to taste. おい、どうしたんだよお前。アッパー、 Why my boy? Aku juga pengen tahu.
gak seperti biasa ya, Sunset. Iya ya gitu. Tabibito san, chotto hanashi ga aru nda kedo. Watashi kodomo no koro kara shiyawase na seikatsu wo okutte ite, hito zukiai ga nigate na no ni, ryoushin ni wa toku ni nani mo iwarete konakatta no.もっと明るく振る舞いなさいとか言われたことなんてないし、好きなことをやればいいって言われてきた。I should do. 私、分かってるんだ。自分が幸運であったことを。レザーがどんな生い立ちなのか知らないし、想像もつかない。勝手に語るのは失礼でしかない。でも、彼が楽しく生活できて、やりたいことをやれるのを心から願ってる。スクロース様。ごめん、また遅くなった。じゃあかぶるな。師匠、時間見るの忘れた。ずっと喋ってた。気にすんな。オイラたちも話してたところだから。って、なんだか同じことをつい最近も言ったような。もうビグリとラジャーもうアンペッドはあるよ。あれ、スクロースがいなくなってるぞ。レザー様が入ってきた途端、逃げたのでしょうか。こんにちは。私は、セピロス騎士団のメイド、ノエルです。こんにちは。こちらの材料を受け取ってください。ただ私一人で用意したものではありません。もう一人錬金術師の方にご協力いただいたのですが、彼女は今その She a little busy with work. あ、はい。直接彼女からお渡しできないのが残念です。ポーション、花の蜜、それと風邪症状みたいな匂い。おー、出会ってる。あ、じゃあ、タオル。お、やっぱりレザーの嗅覚はごまかせないな。この夕暮れの実、今まで嗅いできたものよりも甘い。錬金術、すごい。ものをいい方向に変化させる。クレイが言ってた。はい。この甘い夕暮れの実があなたにとって最も甘く最高のお酒になるよう祈っております。 The Artemis girl also had a message to pass on. みんなありがとう。え、次時間があるときに直接お礼を言う。お任せください。どうにかして毎日忙しくしすぎないようにと彼女を説得してあなたに紹介してみせます。あ、俺待ってる。さて、材料も揃ったし、次はいよいよお酒作りだな。酒樽は確かエンジェルズシェアの屋台に置いてあるはずだ。おいや、kita mesti ambil barrel dari Angel Share。じゃあまたな、ノエル。はい、お気をつけて。すべてがうまくいくよう応援しております。 OK! Bye! Thank you, Noelle! あ、そういうことです。あらんディアコマ。今回の任務も無事終わりましたね。あ、スクローズ様の実験器具運ぶのを手伝わないと。じゃあ、ヒランジュガやっぱりヒラン。えOke, kita sekarang ke Botu. Oh, pada ke Vale.
Wah, ada kelihatan deal nak. Oh, akhirnya dia nak ikut. Wah, bocil. Eyuki-shi no ni-chan. Reza, kocci kocci. Jajan! Diona じゃ ないか。てっきりキャッツテールの屋台に現れるもんだと思ってたけど、今日まで一回も会わなかったな。許せにゃい。え、どうしたんだよ。泣き物。むむかつくにゃ。二人の仕業だってクレイちゃんから聞いたにゃ。レザーはパパの友達で頼れるいい人なのに、よくもお酒に興味を持たせてくれたにゃ。Oh iya iya, dikit itu ya, gak mau buat wajik itu ya, pengen buat wajang paling paling gak enak ya. Gak apa-apa lah. Reza, setai ni table ni taureru yona gya-gya sawagu yopparai ojisan ni natcha dame dakara ne. Oh, ore yoku wakaranai.Ya, maknya surat. Nandaka gokai shiteiru yona. Kure, ittai nani o ittan da yo? Ne, Kure, Diona onechan ni Reza wa mama o sagashitei te, sore o Eiyuki-shi no onichan ga tetsudatteru tte itta no. Kanashindete.お酒が必要だから、ディオナお姉ちゃんに助けてもらおうかと思って。おい、サラパーベから聞いてた。まだ話の途中だったのに、ディオナお姉ちゃんが。クレイちゃん、それ以上言わなくていいにゃ。あたしが絶対に阻止するからって言って。それで、一緒にここまで来たんだけど。おい、ラストで笑う。そうだったのか。どう突っ込めばいいのか。ディオナはかなり勘違いしてるみたいだな。つまりレザーは両親のことを知るためにそのお酒を再現しようとしてるってこと？私を騙そうとしてないよね。Absolutely not。ディオナお姉ちゃんごめんなさい。クレイの説明が下手なせいで勘違いさせちゃった。怒らないで。レザーのお酒を作るの手伝ってくれる？クレイもお魚をたくさんドッカーンするから一緒に食べよ。どこもなでなでしていいや。どこ？私別に怒ってなんかないし。クレイちゃんが人助けしようとしてるのは分かった。レザーに悪い影響を与えたくないからつい大きな声を出しちゃったにゃ。レザー自身が飲むわけじゃないならしょうがない。ちょっとだけ協力してあげる。でも先に言っておくけど、私が普段扱ってるお酒は醸造が終わっているものなの。いきなり原材料から作れって言われてもどうなるかわからないから。やったー、ディオナお姉ちゃんはいい人だね。お姉ちゃん。ああ、悪いよな。あなたたち口だけは上手なんだから見ときなさい。よし、できたみたいだ。次はこれを置いておく場所を探さないと。焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまで。つまり風が吹くところに置けってことか？風立ちの地は
どうだ、風が強い。確かにモンドで風といえばあそこが真っ先に思い浮かぶな。ワクワク、クレイも一緒に行く。私はバカパパの監視をしないといけないから遠慮しとく。クレイちゃん、また今度一緒に遊ぼうね。うん、約束だよ。ウィンライスや。Oke, dibawa barangnya ke sini. Bisa jadi tempat pertamanya ini. Ya sih. Wah, ada Fendi. Kigu da ne. Kimi tachi mo kitan da. Genyou yaro. Doushite koko ni? Me ga sameta ra ii kaori ga tadayottete ne. Sono kajitsu no amai kaori o tadotta ra koko ni tsuitan da.うんうん、このお酒に使ってる果実、とっても甘い匂いがするよね。クレイもそう思った。There's another reason. 実は、大事なことを思い出したんだ。君たちがお酒の入った酒だるを地面に埋める前に、もう一つやっておかなきゃいけないことがあってね。Filling the barrel and putting it down? え?まだ何か足りないの?レザ、ボトルに入っていた半分のサウザンドウィンドブリューの匂いを覚えてる?少し苦味が混じってたでしょ?ああ、あった。そう、その苦味が結構大事でね。つまり、これのことさ。タンポポの種?ダンディライオン? What? ダンディライオン種はもちろん知ってるよね。モンド人にとって風は魂を連れ戻し、記憶を保存しておくことができるもの。タンポポの種はその年の最初の風を集めてくる自然の宝石のようなものなんだ。それを酒樽に入れることでその当時の風も保存したことになる。こうやってビシュはその瞬間を記憶し永遠に留めてくれるんだ。つまりサウザンドウィンドブリューは最初のダンディライオン種なんだよ。あ?オリジナルダンディライオンワイン?おお、すごい、クレイたちのことがお酒に記憶されるんだ。どうして決まった味がないかというと、入れる材料は完全に自由だからだね。あ、うん、不審で。どうしたの、レザー？パパとママのお酒、タンポポの種以外よくわからない。俺のお酒には友達との感情がたくさん。パパとママ、やっぱりよくわからない。でも、俺にはみんながいる。みんな、頑張ってる。ファルカ、師匠、クレイ、ベネット、茶色の猫おじさん、冷たいお姉さん、笑うふりをする大人の人、グレーの硬そうな女の子、風邪症状の匂いの人、猫おじさんの娘、緑の詩人、パイモン、旅人、みんな覚えてる。お酒作るの難しい。
みんながいなければこのお酒は作れない。みんなと一緒に立ち向かう困難は困難じゃない。俺嬉しい。Aww. Make us happy to see you happy. うん、ありがとう。友達もルピカ。未来はみんな一緒。俺が人間でも狼でもそんなこと関係ない。大きくなったらまた一緒にこの酒樽を開けに来る。 I grow up, we will come back here. We will open this and together. Oh, jadi dibiarin lah. Jadi bisa ikutin. いいことを言ったね。銀融詩人の僕が聞いても文句のつけようがない言葉だ。さあ、残るは酒樽を埋めて熟成するのを待つだけだよ。ようやく終わったな。おいらお祝いしたい気分になってきたぞ。確か明日はブリーズデイ当日だったよな。わあ、風神様が帰ってくるね。セキュリカタオ。そういえばそうだったね。まだ歌謡を全部覚えきれていないから、僕は戻って這い上げの儀の準備をするよ。じゃあみんな、また明日。バレッカマナ。今夜はぐっすりと寝て、明日の朝は爽やかな風の音に耳を澄ますんだ。そして、最高の銀融詩人の姿を見に来てね。オッケー、アパカクラル。Observe!Wine made by you and your friend has been buried. Wait for it, Chloe ate. To a beverage more wine. Done, Nikli. Leza, さっきかっこよかったよ。かっこいい。どういう意味？すごいっていう意味だよ。うん、そんなことない。クレイこそかっこいい。かっこいい。 Wait until the following day. Jadi kita cek aktivitas 10. Nah sekarang apakah sudah? Atau besok? Ya besok. Following day. Ah ya ampun, gua udah baca following day ya. Guys, saya telat mempelajari. Tiktok, 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 Tiktok. Okay. Tomorrow.Oh, ini kayak seru nih. Kayaknya semuanya kan kumpul ya kayaknya. Jadi ada, Jinro gak ikut. Kalau gak ikut, Jin mungkin. Oh Jin, kemarin di hari pertama ada. Jadi kita lihat. Ada, ada Lisa. Sui hito dakari da. Minna Fujin wo mukai ni kitan da na. Ore? Nanka...エンジェルズシェアの屋台に人が集まってるぞ。ブリュー祭で売られる最高品質のお酒は這い上げの儀で風神様にお飲みいただいてから販売するのが通例なの。だからみんな並んでいるのよ。ブセッともうどうも飲む。まったく、あいつらにとって風神を迎えるのは形だけのことなんだな。リサさんはレザーに会いに来たのか？ええ、少し不安だったけど、さっきレザーと話して
お酒作りの旅はうまくいったと聞いたわ。今日は安心して一杯飲めるよね。うわ、リサさんまで。レザーたちはもうあっちにいるから早く行ってらっしゃい。オッケー。お、来たな。はい。うわ、この大量のボトルどうしたんだよ。事情を知らなかったらてっきりお酒を売る屋台でもやってるのかと思ったぞ。全部レザーのために用意したんだ。From us? 今日はみんなが風神様を迎えてお酒を飲んでもらう日だってママが言ってた。風神様に喜んでもらえたら風になってみんなを祝福してくれるんだよね。クレイたち、風神様を喜ばせてレザーを助けてもらうんだ。栄誉騎士のお兄ちゃん、見て見て、これアルベドお兄ちゃんが貸してくれたの。アパト、このボトルは親父たちから集めたんだ。途中で割らずに済んでよかったよ。一応見栄えを良くするためだけのものだから終わったら返す必要があるんだけどな。いや、berarti jangan jatuhin ya, Mayden. ママが言ってた。風神様はお酒にとっても強くて、その気になればシードルクを一気に飲み干せるんだって。これとはレザーのパパとママが残したお酒で足りるかな。Mungkin? あ、緑の詩人。古本。やあみんな、この場所に立つことができて僕はとても光栄に思うよ。今日はセピロス騎士団の代理団長ジンさんに招かれ歌謡を披露することになった。サウザンドウィンドブリューをね。僕の最高の歌謡を風とここにいるみんなに捧げよう。これらを樽に封印し焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまで。ビッシュのボトルをまずローで封じ、南風は心地よく北風はたける。ビッシュはどんな味か、モンドの名、自由の夢、何を発酵させビッシュとなったのか、探求する勇気、優しさに満ちた慈愛、守護の執念はありし日のまま、歌いを掲げる旋風とともに。酸味ある雫は甘くなり、粗雑な樽は潤わん。焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまで。酒樽には何がある？黄金色の小麦と生い茂る緑、樽から注ぎし美酒、そこに何が漂う？風鈴の音色と万古の彫刻。我々は美酒を手に歌う。焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまで。旋風が運びし趣向とは、ライアーにまつわる物語と今宵の美しき夢。友よ、共に杯を掲げよう。風神に感謝を。風神に感謝を。ウデアネモアルコール。でも風が吹いてない。クレイ、悲しむな。レザー、どうしてなの？風神様が帰ってこないのはクレイたちが用意したお酒が気に入らないから？ I don't think so。 そんなことないぞ。クレイは知らないかもしれないけど、風神様は風以外のものにも変身できるんだ。きっと今年は
別の何かに変身して帰ってきたんだと思う。え、本当に？もしかしてボンボンになったのかな？ボビサじゃん。おいよし、ボンボンだな。聞こえたか、フジ？リザー、風神様から何か祝福はもらえた？ああ。ラケラケやでだパカッツ。お前たちと一緒にたくさん語れた、たくさん学べた。これでもう怖くない。これが祝福だ。将来大人になってお前のお酒が出来上がったら俺にも飲ませろよ。約束だ。 Will I get some too? まあ、みんなと分かち合って、みんなと思い出を振り返る。うん、決まりだね。でも、クレイ喉乾いちゃった。話してばっかじゃなくて、何か飲みに行こうぜ。そういえば、エンジェルズシアの屋台で売ってる新商品、バケーションサイダーがうまいらしいぞ。飲みたい飲みたい。ああ、みんなで行こう。え、おお、ガチン。お、クレ、聞いて。へへ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 へ。したところに当てろ、小娘。しっかり生きろよ。おー、keluar air mata saya。ここに残れ。お前は我々の希望だ。バパエディル。思うなよ、ガイア。うん、よくやった。さすが我が息子、お前はいつだって私の誇りだ。これほど時間をかけたのにまだ熟成しないとは。いっそ将来息子に開けてもらうか。レザーって名前はどうかしら。お、冒険者らしいいい名だ。それにしよう。エウルワとアンバー、お前たちも遊びに来たのか。お、エウルワとアンバー。探したわ。おい、わざわざオイラたちに会いに来たのか。もちろんだよ。あんたたちのお店ってばすっかり有名だから、みんな噂してるよ。栄誉騎士と小さな白い助っ人がセピロスヒューヒューチャリティー連盟っていうお店でいろんなお宝を売っている。しかも不思議なプレゼント付き、見逃せないってね。
なんだよ。結局オイラ小さな白い助っ人になっちゃったぞ。でもお店を評価してくれてるみたいだし嬉しいな。Attend to our customer。 そういえばずっとエウルアとアンバーを見かけなかったけど、二人とも出かけてたのか？どこやめか？いいプレゼン。私たちには仕事があるからね。おい、ずっと仕事してたのか？ Don't have any time。 正確に言うと、私とアンバーは騎士団の半休暇メンバーなの。おお。ブリュー祭の期間中はドーンマンポートとモンド城間をキャラバンが頻繁に移動するため警戒を強める必要があるのよ。魔物や悪党に襲われるからか？ええ、そうよ。遊撃小隊の任務はその2カ所の間を巡回すること。キャラバンの後を追い貨物を守る。さらには率先して攻撃を仕掛けたり怪しい場所を調査したりして脅威を事前に取り除くってわけ。なんだか大変そうだな。もしかして武流祭が終わるまでずっと仕事なのか？そんなことないわ。交代制でやっているからね。もう私一組は見回り、一組は休憩、一組は予備隊として待機するの。おお、だってこれを一定の周期で交代しているわ。おお、じゃあリニューアラギア。テスティングエイト。エウルアは経験豊富な隊長だからね。エウルアの的確な指示のおかげで、厳しい任務もこなすことができたんだ。別に、褒めるほどのことではないわ。はい、グローイングレシーバー。今度機会があったら、エウルアが隊長になったばかりの頃の話をしてあげる。すごいんだから。おう、エウルアジェリカプテン。実はちゃんと用事があってきたんだ。エウルア、説明をお願い。ええ、君たちに騎士団特製北地のスモークチキン40人前とセピロスのカゴ付きお肉つみつみ40人前を用意してほしいの。え、パフォーシーズayam bakar。 Ayo, とんでもない量だな。いや、itu banyak banget。 こんな注文するのか？ itu banyak banget。 まさか騎士団でパーティーを開くつもりだな。どうして誰もオイラたちを招待してくれないんだ。そんな盛大なものじゃなくて、エウルアが隊員たちをねぎらうためなんだ。Tunggu, emang sebanyak apa tuh tim? Eh, 遊撃小隊のメンバーは日頃から体力の消耗が激しいから、一回の食事で四五人前は食べるのよ。Pak sampai lima orang loh. Tapi kok lu butuh 40 loh, 40 makanan itu. それに、最近は古参の隊員が一人復帰することになってね。だからこの機にお祝いしようと思って。他で何か買うよりも資金を君たちのお店で使えばチャリティーのためにもなるでしょ。おお、一石二鳥のナイス判断だな。 Thank you for your generous one。 そうだ、エウルアの言う子さんの隊員ってまさか前にあった。おお、いやいや、ミカヤ、ミカヤがバルバレや。前線で活躍している測量士のミカよ。大団長と遠征に出る前はずっとうちの隊の主力だったの。やっぱりあいつのことか。あの恥ずかしがり屋の騎士がそんなにすごいやつだったなんて。 But he seems scared of us。 ミカは決してあんたたちを怖がってたわけじゃないよ。若干遠回しだけど、それもあんたたちに対する敬意の表れなの。Respect, yeah. 彼は強い人には独特の個性があると思い込んでいてね。その人たちを知り、考えを理解した上で、より深いコミュニケーションを図るの。おー、じゃあ、ミキル、じゃあ、おー、こうすることで、
気兼ねなく会話できるようになるみたい。やし。最初は私とアンバーに対しても同じ感じだったわ。私たちのことをよく知ってからだんだんと自然体でいられるようになったの。そういうことだったのか。ミカって本当に変わったやつだな。 I will remember that. ええ。今度時間があったらノッと接してみるといいわ。君は騎士団の重要人物、私は彼の上官として、お互いの誤解を防ぐ義務があるからね。ひひ、そんなに弁解しなくても大丈夫だぞ。エウルアがあいつのために言ってるってことはオイラたちにも十分伝わってるから。あ、エウルア、私の分も払ってくれたの？私は遊撃招待のメンバーじゃないし、別で払うよ。君の分も私がおごるから遠慮しなくていいわ。パクロ。おー、ギラ、パクロ。パクロ。エウルアとアンバーのおかげで、一気に前日と同じ分のモラを稼げたな。名誉騎士、パイモン、朗報だ。おー、アダオ。やっぱ。二人のおかげで、予想をはるかに上回る資金が集まった。大成功だよ。おお、フェノミナサクセス。へへん。どんなトラブルが起きてもきっと乗り越えられるってオイラ言っただろ。You did great. You did great as well. Mark. お店がうまくいったのは二人の指導のおかげだよ。収益はすでにチャリティー資金の担当者に渡してある。今回のチャリティーイベントも。これで無事終了だ。感謝の気持ちを込めて二人に報酬を送ろう。さ、受け取ってくれ。やっぱ、アディア。もうお店を開くのも怖くないぞ。今後もぜひ一緒に仕事をしてほしい。おう、これオイラもかなりいい経験になったぞ。またこんな機会があったら挑戦してみようぜ。いや、俺とかマウンドに言っとらんじゃろ。